はい、皆様こんにちは。リソース3のセッションを始めさせていただきたいと思います。タイトルはテーマですね、シェアというものによる持続可能なまちづくり、渋谷区の長期基本計画への取り組みという大、テーマで、2時間に及びまして、少し長丁場になりますけれども、皆さんと一緒にディスカッションを重ねていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。まず冒頭にですね、登壇者のご紹介をさせていただきたいと思います。まず渋谷区副区長澤田慎様、消費財メーカー広告会社にてマーケティングコミュニケーション業務を統括されました。その後外資系アセットマネジメント企業の後共通ポイントサービス企業の執行役員を経られまして、現在の渋谷区副区長にご就任をされていらっしゃいます。次に一般社団法人渋谷区観光、一般財団法人ですね、大変失礼いたしました、一般財団法人渋谷区観光協会代表理事金山淳吾様になります。はい、どうぞ前の方におかけください。はい、電通を経て独立されまして、クリエイティブアトリエ短冊を設立されております。社会課題ですとか企業や行政とクリエイターとの連携事業開発を牽引されていらっしゃいます。2016年4月より現職を兼任されていらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、次の方です。一般社団法人エリアイノベーションアライアンス理事、株式会社まちづくりラボラトリー代表取締役村瀬正孝様です。はい、村瀬様におかれましては、企業後一般社団法人エリアイノベーションアライアンスを設立されまして、全国のまちづくり組織同士が連携し、新しい地域経済再生モデル構築を図るということを目的に、幅広く活躍をされていらっしゃいます。はい、最後になりますが、私ども一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局長、それから株式会社ガヤクスブランド推進室、株式会社マゼル代表取締役サベット隆でございます。よろしくお願いいたします。サベットにつきましては、トライセクターの政治企業家として、日本におけるシェアリングエコノミーの普及推進と共助社会の実現を目指しまして、法規制の緩和ですとかユーザー理解の取り組みに現在従事しております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ここからちょっと私の方で進行させていただきたいと思いますけれども、皆さんパネルの皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。前半の1時間ですけれども、今回ちょっとシェアっていうのがテーマっていうところと、あと渋谷区の取り組みっていうところを中心に、持続可能なまちづくりとは何かというところを深掘りしていきたいんですけれども、前半はちょっとシェアリングエコノミーの全般的な話をちょっと私の方から30分ほどちょっとさせていただきまして、でその後それぞれパネラーの皆さんに10分ずつそれぞれの活動のご紹介という形を取った上で、後半にパネルディスカッションをしていきたいなと思っております。なのでちょっと前半はちょっと聞いている時間が長いかと思いますけれども、お付き合いいただければと思います。で最初にシェアリングエコノミーで変わる持続可能な社会というところで、今私自身はシェアリングエコノミー協会というのを昨年の1月に立ち上げをしまして、当初Airbnb ですとか Uber ですとか、そういったシェアリングエコノミー系の会社が30社ほど集まりまして、設立をしたと。で現在は240社ほどに増えておりまして、政府の支援ですとか各省庁各自治体との連携もしながら、シェアリングエコノミーというのを今広げているというところになっています。で、シェアリングエコノミーっていうところで、横文字でもありますし、なかなか日常で体験している方々もまだまだ日本では少ないというところもありまして、で私自身が本当にシェア的な生活というものをかなりいろいろとやっておりまして、ちょっと自己紹介も兼ねてどんな生活をしているのかというところで、シェアライフというテーマで少し自己紹介を兼ねてご紹介したいなと思っています。でそもそも私自身の家っていうのがですね、品川区の大崎の近くにあるんですけれども、台湾人の妻とシェアハウスで出会って、子供が生まれて、その後に自分たちで家を作るんですけれども、シェアハウスを併設した一軒家を作ろうという形で、家族でシェアハウスに住みながら、ゲストも泊まれる、そういったこれからの家の形っていうのをちょっと夫婦で話し合って、そういったシェアライフを作っていこうというところで、本当に20坪ぐらいの小さな土地ではあるんですけれども、1階に3部屋の長期で住むシェアハウスが2部屋と、短期で泊まれるようなゲストと、あとリビングキッチンを共有にして家族は3階に住むといった形 の、 シェアライフの生活を4年前にスタートしています。そういったシェアの経験をもとに、本当にこれからの家の在り方だったり、街の在り方だったり、
生活のあり方、まあ、働き方も含めて変わっていくなというところを非常に実感しまして、で日本では法整備も含めて非常に遅れているというのがあったので、のシェアリング組協会というのを立ち上げたという背景があります。で一つその、まあ、これがちょっとリビングなんですけれども、まあ、ここで家族だったりゲストだったりシェアメイトだったり集まってご飯を食べたりイベントしたりもしてまして、でこれからの家のあり方というのは変わっていくんじゃないかと。でもう土地も高くて、まあ、都心だとなかなかマイホームを持つっていうのは難しいと。ただシェアハウスとかゲストハウスが併設した家であれば、まあ、住宅ローンを返せるぐらいの収益も入りながらも自分たちの家も持てるんじゃないかと。で大体その住宅ローンとしては、まあ、毎月17万ぐらい払ってるんですけれども、シェアハウスとその宿泊で大体25万から40万ぐらい毎月入ってくるみたいな形になっていて、ある意味その収益構造もありながらも自分たちも住めるみたいなことをやってました。なのでそういうそのシェアっていうものが自分たちの生活も豊かにもするし、経済的にもまあ貢献もされる、もうそういった形で家だったり車だったりいろんなものが経済的な問題解決と人とのつながりっていうものが解決されていくんじゃないかと。でもともとその、まあ、所有をするっていうこと自体が正しいという時代がずっと高度成長期あったと思うんですけれども、まあ、それによって個人の時間プライベートっていうのがどん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 増えてしまって、その公とのつながりパブリックとのつながりっていうのが分断されてしまったんじゃないかと思っていて、まあ、その一つの典型がマイホームであり家じゃないかと思ってまして、そこのプライベートな空間の家っていうものをパブリックに変えていく、または融合させていくっていうところを一つのコンセプトにして、まあ、未来の家のあり方として未来家っていう名前で運営しているというのがあります。なのでリビングでこういうそのシェアメイトとゲストの交流があったり、まあ、ワークショップを開催したり、まあ、時には自治体の方に来てもらったりとか、町内会にも入って町内会の会長さんに来てもらって一緒にイベントをしたり、地域の幼稚園とか保育園とか通っている方々にも参加してもらって音楽ワークショップをしたりとかハロウィンをやったりとか、まあ、そういう家の中にパブリックなスペースを作って、まあ、家開きみたいなことを しながらも生活自体もシェアメイトとかゲストと一緒に暮らすというような暮らし方をしておりました。で設計としてもその例えば屋上にこういうお風呂を作ってですね、まあ、妻とか子供とか、まあ、子供からすれば地域の人たちが、まあ、プールみたいな形で集まってきたりとか、海外ゲストが泊まった時に、まあ、お風呂屋上で楽しんで、まあ、リビングでまた一緒にご飯食べたりとか、まあ、そういう暮らし方っていうのをしています。でそういう暮らし方をしていた時に、まあ、結構東大の研究チームが調査に来たりとか、まあ、そういうのもあったんですけれども、まあ、そのうちの家の在り方っていうところをその家の在り方だけではなくて家族の在り方も変わっているなというふうに言われてまして、まあ、こう表現されたんですけども、その核家族ではなくて拡大家族というふうに表現されていて、もうシェアメイトだったりゲストだったり、まあ、うちの家に来る人たちっていうのは一つの大きな家族というふうに捉えていて、まあ、これからというか、まあ、ますますこの結婚しない人が増えていると思うんですけれども、家族の定義自体も変わっていくんじゃないかと。なので家の在り方、家族の在り方みたいなところも僕らとしてはそのシェアハウスって日本で東京で増えてきている中で、その子どもとか家族が暮らしやすいシェアハウスってあまりなかったんですね。で子どもがいるとうるさいとか、子どもがいるとなかなか安全性の問題とか、まあ、そういうところもシェアハウスっていうところは問題課題もあったので、まあ、家族が住みやすいシェアハウスで、その家族っていうものが定義としてはまあ拡大した形で交流ができるような、まあ、そういった暮らし方っていうのが、まあ、これから一つ考えるんじゃないかと思ってましたし、まあ、さっきの経済的なっていうところで考えると、そのシェアするために所有をするっていう考え方で、その独占的に自分たちの家を自分たちだけで所有するのではなくて、そもそもシェアハウスとして、外部の方々が一緒に住めるような設計をして、もうそれもシャワーとかトイレとか洗濯機とかは家族用と最初から分けておいて、でリビングっていうところが人の出入り口になるような形で、まあ、フューチャーセンターとかそのワークショップとかエンターテインメントとか、そういったものがリビングでパブリックスペースとして共有できるような設計をして、まあ、建てると、まあ、本当に暮らしやすい生活になっていくんじゃないかというふうに考えてやってきていました。でたまたま日本では Airbnb がスタートしたタイミングでもあったので、気がつけば、まあ、日本でもトップクラスに人気が出て、まあ、いろんな形で評価も高くいただいているというのがありまして、まあ、毎年取材とかいろいろとまあなったんですけど、これ今年去年かな、渋谷のツタヤとかでもキャンペーンとしてうちの娘と妻がこういうふうに選ばれて
あのスタイル中で評価さ、あの表現されたりだとか、あとテレビ CM も今年流れたと思うんですけど、周りにもうちの家族が出ていたりとか、まあ、そういうそのシェアすることによって国際交流だったり、家族としてもそのダイバーシティな本当にいろんな方々とつながる生活っていうのが実現できているというところの、まあ、モデルケースとしてよく紹介していただいたというのがあります。例えばその正月とか毎年すごい人気で人が来るんですけれども、まあ、スウェーデンのゲストが来た時にはそのスウェーデンの正月の過ごし方、まあ、なんか鉛をお湯で溶かしてその鉛がどんな形になるのかっていうのが占うみたいなことがスウェーデンで毎年あるらしいんですけれども、それも鉛なんて最近あまり売ってないので釣りの道具屋さんに行ってあの鉛の釣りを買ってきてでそれをお湯に溶かしてみんなであの占いをやったりだとか、まあ、日本は日本のこういう占いを紹介したりとか、まあ、それも友達とか地域の人たちも一緒に混ざりながら体験をするってことをやってました。他にもイベントはこういう音楽家とかアーティストとかに結構来てもらったりして、まあ、それもその子供がいるとなかなかイベント会場とかってその移動するだけでも大変だったりしますし、その人が集まる場所になってくると、まあ、アーティストを呼ぶことができる、その人たちの関係性もできるし、まあ、10人20人集まってくるとそのアーティスト代ぐらいは払えるようになったりもするので、まあ、その生活をする空間にそのゲストを呼びやすいというのがあって、結構本当毎月のようにあのハロウィンとか、筆文字アートとか、あと英語で、ドラマ の, あの演劇のワークショップをやったりとか、まあ、定期開催でもしてもらったりとかもしていました。まあ、中にはタップダンサーに来てもらってですね、あの親の分と子どもの分も全員タップシューズを借りてリビングで20人ぐらいがタップダンスをするみたいなですね、もう床が突き抜けるんじゃないかっていうことをドキドキしながらも、まあ、そういうこともいろいろやってました。でその時にそのコンセプトなくやってきたわけではなくて、僕らとして その価値観というところをすごい大事にしていて、それは一緒に住む人もその家に出入りする人たちも含めて、またはそのイベントを開催してもらう人たちも含めて、やっぱりその年齢と国籍を超えてみんなが楽しめるというところを大事にしていて、それプラスその先生と生徒ではなくて、あのお互いがその一緒に作って楽しめる、それが難しくてあの参加してあ面白かったではなくて、日常生活の中に取り入れられる音楽ワークショップだったらストローを使って笛を作ったりだとか、風船を使って楽器にしたりだとか、家にあるものとかをそのままみんなで楽器にしたり、みんなで一緒に音楽をその場で即興で作るとか、そういうことも子どももお母さんも地域の人たちも一緒に学ん でそれが楽しくて意味があるみたいなところをやってました。このハロウィンに関してもただ仮装して歩くだけではなくて、そもそもハロウィンとはどういうあの意味があるのかということを絵本仕立てで紹介をして、その場であの即興演劇みたいなことをして、で商店街近くに戸越銀座商店街があるので、そういった商店街のお店にあの事前に調整しておいて、商店街のお店のものをあのプレゼントしてもらう、お菓子ではなくて商店街のことを知ってもらう、マッサージ屋さんだったら子供に5分間マッサージしてもらったりとか、まあ、そういうことをしてもらいながら地域のことも知るし、ハロウィンって何なのかっていうことも体験するみたいなことを街ぐるみで、一緒にやっているということもやってました。あとはですね、こういうちょっと三輪自転車、まあ、うちの妻が大体変わっててこういう企画したりとか運営したりするんですけれども、こういう三輪自転車っていうのがあって、まあ、移動式の販売みたいなこともしたりだとか、でそれも地域の人たちとか、まあ、子供にもその商売を教えるじゃないですけれども、まあ、いくらで買ってきていくらで販売するのかみたいなことを歩きながらあの自転車で、人形とか洋服とかを行って、まあ、ギフトショップみたいな形で、まあ、商店街の人たちとは関係性が結構できていたので、まあ、その前で商売してもいいよみたいな形で手伝ってもらったりとか、まあ、そういうあの体験っていうのもやってました。でそういうことやってるとその家の中で学べる空間が非常に多いので、ただうちの娘あの今小学校1年生なんですけど、あの学校にあんまり活かしてなくてですね、あのホームスクーリングっていうのをやってます。でホームスクーリングってその自宅であの教育をしてるんですけれども、やっぱり海外の人たちだったりとか地域の人たちだったりとか、僕ら自身が、まあ、教えれる環境が一定あったりするので、あの自宅を中心に教えるという形をとっています。ただそれだけだと、まあ、足りない部分もあるので、あのオルタナティブスクール、まあ、こういう A スクールとかドットスクールとか TC キッズっていうクリエイティブスクールとか、そういうところにいくつかあの通いながら、まあ、ハイブリッドスクーリングっていう形式をとってます。ただ日本ではホームスクーリングってあの合法化されていないので、まあ、学校に行きたくない人たちがあの行かなくてもいいよっていうその、まあ、ネガティブな意味での学校に行かないルールっていうのはあったりするんですけれども、まあ、欧米ではもうホームスクーリングなんて、まあ、一般化されていて、
僕らとしてはポジティブなホームスクリーニングをしたいというのでやっています。でこれも教育委員会とか文科省とか今あの法水小学校という地域 の, あの区立小学校に会話しているんですけど、まあ、席だけ1学期は入れていて学校には1日も行ってなかったんですね。でそれだとさすがに学校としても問題になるというのがあるので教育委員会の人たちに僕らはこういう教育をやっているので学校にあの行く日というのを、まあ、あの一部分だけでも参加できるようなあの通い方ができるんだったらそうさせてほしいという話をしてで実際にちゃんとやっているから学校側が柔軟にやりましょうよって形で校長先生とかに説明をしていただいて2学期からはあの休憩時間と体育の時間だけ行ってるという形になってですねそういうちょっとあの普通じゃないと思うんですけれども学校で友達を作るとか学校の良さは学校の良さで絶対あるので、まあ、それを少しずつ感じてくれればいいみたいな形で、まあ、自分たちの教育環境も、まあ、話し合いながら作ってきているという形をとっています。でそういう中であの、まあ、渋谷区ともいろいろとご縁があったのであの今のさっきの未来家というのが今度、工事でもう全部再開発で道路になってしまうというのがあったので次の場所を探してたんですけれども、まあ、それをあの代々木上原で、次の新しい場所を作りたいというのがあってあの今不動産投資に特化したクラウドファンディングというのがあるんですけれども、まあ、それで先日1億7400万をあのクラウドファンディングで集めてそれで代々木上原の土地を購入して学校法人と一緒にあの保育園付きのシェアハウスゲストハウスっていうのを来年オープンするっていうプロジェクトを今準備しています。これも保育園と学童と、まあ、アーティストたちが集まるアトリエとシェアハウスゲストハウスが一つ の, あの建物として融合した形っていうものを作っていきたいなと思っていて例えば、民泊で泊まった海外のゲストが1日単位で保育園に預けられたりとかあと保育士の人たちがシェアハウスにあの入居してシェアハウスで一緒に交流したりだとかその建物の中で機能を融合させていくということをあの展開していく予定です。これも そもそもあの不動産投資に特化したクラウドファンディングで、まあ、これだけの金額を集めるというのもあの、まあ、日本であのトップレベルだと思いますし実際にそのリターンは金利なんですね。年間 6.5% の金利を払うので、出してくださいと。で保育園部分は内閣府の企業主導型保育というあの補助制度があったのでそういった補助金もうまく活用しながらリスクを抑えて、こういった支援の取り組みっていうのをやってますというところで、まあ、ちょっと長くなりましたけど僕自身はこういったいろんな支援の生活をやってきていてその中で、必要な手段は使いながらも規制緩和ですとか政治家の方だったり、地域の自治体の方だったりとも話し合いながらこういうポジティブな視野がいいと思いますみたいな話をルビー活動も含めて展開しているというのがあります。でちょっとここからちょっと固い話ではあるんですけれども、まあ、そもそもシェアリングエコノミーって何っていうところの話も少しさせていただきたいと思っています。でシェアリングエコノミーってその場所とか乗り物とか実際のものとか人のスキル、まあ、クラウドファンディングも含めてお金も含めてC2C 個人と個人が IT を仲介してマッチングする経済活動というふうに言われています。でこういったものが普及した背景として、まあ、ソーシャルメディアで、人のつながりが可視化されたりだとかあとはスマートフォンでいつでもアクセスができたりとか位置情報とか決済の仕組みが進んでいったりとかあとは総合レビューという形で信頼がそれぞれ蓄積されていくみたいな形で、まあ、個人でも誰もがビジネスをしやすい環境というのがIT の進化によって広がってきたというのが背景としてあります。なので安心安全対策もかなり高いレベルで個人のビジネスというのが、実現できるという状況になっています。でシェアサービスっても本当にいろんな分野で進んでいるんですけれども例えばパブリックその自治体が持っているスペースのシェアっていうのも進んでいてこれはお城なんですけど島原城なんですけれども島原城のシェアっていうのも今自治体と連携して始まってます。これはその観光地としてのお城ではなくてお城でグランピングができたりとかお城を借り切って探検ができたりだとかコスプレイヤーたちが集まって撮影会をやったりとかこういったその自治体が持っているスペースもシェアしていく。横須賀市だったら無人島があるんですけれども無人島を借り切ってサバイバルゲームをしたりとかそれこそコスプレイヤーがまた撮影会したりとか、まあ、そういったその自治体の持っているリソースもシェアしていくというのが広がってきています。あとはその、タビカというのが個人がその地域の体験をシェアするというところで農家さんが農業体験をシェアしたりだとかその町に詳しい方が町歩きを案内したり、まあ、地域のおいしいお店を紹介したりだとかそういうのが作られた
企業のパッケージ旅行ではなくて、地域に住んでいる人たちが地域の体験をシェアするということをやっています。変わったところではお寺ステイっていう、そのお寺も今どんどん廃業が、廃寺が進んでいっているんですけれども、お寺で宿泊ができたりとか、お寺で、座禅ができたりとか、そういった体験っていうのもお寺のリソースを活用してやってる会社があったり、あとは子育てもシェアするっていうところで、あずママっていうその地域のお母さんたちが、共に支え合って一緒に学校連れて行ったりとか、子供を預かって一緒にご飯食べさせたりとか、そういう、まあ、共助の仕組みでの子育てのシェアリングっていうのも進んでいます。じゃあそのシェアによってどれぐらい稼げるのかっていうところに関しては、なかなか一つのサービスで何十万っていうのを稼ぐのはそうそう簡単な話ではないんですけれども、だいたいその月5万から10万とか、例えば駐車場のシェアリングっていうのがあったりするんですけど、スカイツリーとか東京タワーとか、あとはその花火大会とか、その人がたくさん集まるタイミングとかで駐車場が足りないっていうのがあると思うんですが、まあ、週末自分が車を運転しているときにその駐車場空いているわけなので、それを登録してシェアすると、本当に月に3万とか5万とかっていうのが有給スペースを活用して稼げたりとか、あとはその家事代行だったりとか、あとは何か IKEA の道具を作りますとか、そういったその個人ができるものっていろいろとあると思うんですけれども、そういったものの積み上げで月3万から5万とか10万とかくらいのクラスだったら、年齢関わらず稼げる人が非常に増えていっているというのがあります。というので、本当に今シェアサービスってもう何百という形でいろんな分野であるんですが、あと他にもドッグハギーっていうペット版の民泊、まあ、ペットを自宅で預かりますみたいな話があったりだとか、あとはそうですね、ショップカウンターとかっていうのが商店街とかお店の定休日に、お店を1日だけ貸しますよみたいな形でお店が1日からオープンできるようなサービスがあったり、まあ、最近伸びているのがモノのシェアで、まあ、メルカリとかは広がっていると思うんですが、ファッションとか高級バッグのシェアリング、洋服のシェアリングっていうところが広がっていたりもします。で、最近は大手企業も参入が始まってまして、例えばトヨタさんが、まあ、日本ではライドシェアとかまだまだできないですけれども、事業戦略の一つにカーシェアを前提とした、車の販売っていうのもハワイで実証実験が始まっていたりだとか、あとはアメリカのテスラモーターがあると思うんですけれども、テスラとかは去年発表した中期戦略の中で、自分の車を自分が乗ってない時にAI とか自動運転でカーシェアリングをしたりライドシェアをする機能を作った上で車を販売するということを発表されています。これはその自分が車を所有することによって使っていない時間って 90% 以上寝かしているわけなので、その車を貸し出すことによってそれこそ買った金額以上の稼ぎが得られるんじゃないかというところを設計して、製造業のあり方もシェアリングを組み込んだ形での計画というのが進んでいます。他にもアナさんとAirbnbが提携したりとか、日本でもだいぶ変わってきてはいるんですが、ジャンルとしてもその家事代行とか保育とか、あとは看護師のシェアリングとか、そういうところも今スタートしていて、例えばその保育士とか看護師、週5日間働くのはすごい、ハードワークですけれども、それで辞めてしまった方って非常にたくさんいらっしゃるので、週1日とか1日数時間だけだったら保育とか介護とかやってもいいよっていう方々が、まあ、登録をして Uber みたいな形で、オンデマンドでサービスを提供するみたいなことも今始まっています。で、中国ではこのシェアリングエコノミーも実は去年で50兆円超えるマーケットに広がっていっていて、シェアサイクルとかニュース見た方もいらっしゃるかもしれないですけど、今非常にいろんな分野でのシェアリングっていうのが広がっています。あとは面白いのがその食事のシェアリングというところで、お店を開くときにはなかなかその土地を用意してリノベーションしてっていうので、まあ、1000万とかかかっちゃうと思うんですけれども、それを自宅で食事を飲食店を開けますというようなサービスも、もう中国もアメリカもヨーロッパもミールシェアという形で自宅で飲食店が民泊のように週2回とか3回とか日数制限を割ったりするんですけれども気軽にできるというのがあったり、あとは配送のシェアというところでヤマトさんとかラスト1マイルが赤字になってなかなか厳しいとかっていうニュースもあったと思うんですけれども、その配送のところも最後の部分は自家用車で、提供できるみたいなことは海外では広がってきていて、日本もいずれ規制緩和していくんじゃないかという話をされています。あとそのシェアリングすることによって、もちろん金額が安いというところもあるんですけれども、まあ、いろんなデータがある中でのシェアサービスを提供している人たち、または使う人たちっていうのが、まあ、ミレニアム世代20代30代とか10代とかそういった若者たちがよく使うって言われているんですけれども、使っている人たちは、まあ、環境にいい活動しているってことだったり、シェアすることによってつながり人との連携が増えただったり、本当にその
支社による付加価値みたいなところが、いろいろと広がっているというデータも出ています。ですね、まあ、シェアリングエコノミーってそのバズワード的に何今流行って廃れるんじゃないかではなくって、そのこれまではの、まあ、公共が、まあ、国家を中心に、まあ、形を作ってきて、で戦後は企業が中心となって、まあ、大企業活躍して、でこれから個人が活躍していくって言われていますけど、その中で個人がサービス提供者に簡単になれるってところで、まあ、個人が社会参画できる、個人が自分で事業しやすくなるっていうところの、まあ、個人が中心となった新しいその社会の、枠組みになるんじゃない、社会のインフラになるんじゃないかというふうに捉えられているというのもあります。なので例えば子育て中の女性の方が空いてる時間で仕事をするだとか、障害者の方がなかなか会社に出社するのは大変だけれどもクラウドソーシングとかで仕事をするだとか、あとは高齢者の方だったり都心部に住んでいない地方の方々、まあ、会社は少なくてもインターネットを通じて仕事をするとか、またはライドシェアとかミルシェアが出来上がると、まあ、地域でも本当に仕事が個人でしやすくなったりだとかという形で、まあ今まで社会的弱者みたいな位置づけで週5日間正社員として働けなかった人たちの新しい雇用だったり新しい人のつながりというのが生まれていくというふうに言われていまして、まあ、こういう人たちが実際に月数十万とか稼いでいるケースも事例としては出てきています。でそれを地方自治体が活用していこうという流れもありまして、海外ではシェアリングシティと言われてまして、まあ、日本でもそれを広げていってるんですけれども、ソウル市ですとかアムステルダムだったりだとか、ああいったところでシェアリングシティというのを広げていっています。まあ、要はその街づくりのところを公共だけで担うのではなくて、シェアサービスを活用して、コストを下げながら収益が稼げる人たちも増やして、かつその共助という形で C2C で助け合いをしていく仕組みというのを自治体が積極採用していくというのがあります。まあ、公共施設を赤字にするして運営するだとか、公共交通機関が赤字だったりだとか、そういったところをうまくシェアサービスを活用して、補助金に頼らない、まあ、継続性のある形のモデルを作っていこうというので、いろんな形で、活用しているケースが増えてきています。まあ、それはクラウドファンディングみたいな形で、さっきのその個人でも資金調達を銀行に頼らずにするということもあれば、公共交通機関をライドシェアで代替するというケースもあったり、さっきのその島原城みたいな形で公共スペースをきちんと黒字化していくみたいなことも含めていろんな展開が行っています。で先週その社員学務協会の方でもシェアリングシティ認定というのをさせていただいて、今日本でも15の自治体がシェアリングシティ宣言というのをされて、シェアサービスを活用していくというのが、実際に起こっています。で今回、まあ、ご縁もいただいてますけれども、渋谷区とも先日、連携協定というのも結ばさせていただいて、地域の社会課題というのを、まあ、シェアリングエコノミーで解決していこうというのがちょうど今始めたというところでございます。まあ、田舎の方では佐賀県多久市というところでは高齢者とか主婦の方々の、まあ、雇用機会を作るというところでクラウドソーシングの研修会をやって、まあ、実際に高齢者の方が月20万以上稼ぐ人たちが何人か出てきたりだとかという、まあ、事例も出てきたりとか、北海道の手塩町というところは本当に近くに病院もスーパーもなくって70キロ以上離れた稚内の方に行くのに、まあ、高齢者の方が公共交通機関がまともにないので、それをライドシェアで、助け合っていきましょうというような実証実験も始まっています。で北海道に関してやっぱり冬の間高齢者の、まあ、冬の、事故率っていうのはすごい高くなっていて、本当に公共交通機関どんどんなくなっていってしまっているので、他にも中頓別町というところはウーバーと連携をして、短距離のライドシェアというのをスタートしています。ただ日本では有償ではまだできないので、まあ、コストシェアという形でかかった費用のコストをシェアしていくという形で、実験の方がスタートしています。あとは、まあ、広島市では託児所付き のコワーキングスペースで、その中で子どもを預けながら、まあ、仕事も増やすというので、クラウドソーシングの研修会をして、まあ、実際に働く場所と働く、学ぶ機会というものと、まあ、子どもを預ける場所みたいなことを組み合わせて、継続性のある形でこういった運営のこういった場所の運営もしています。でこういったつながりが広がっていくと、その災害とか、まあ、トラブルが起こったときに個人間で IT を活用して助け合うという流れが世界中で広がってまして、まあ、昨年の熊本震災でも協会から各社に呼びかけをして、普段だったら有償で
宿泊している場所を無償で提供しますということをプラットフォーマーから呼びかけをして、まあ、集めたりだとか、まあ、クラウドファンディングとかよくあると思うんですけれども、他にも車中泊が問題になったと思うんですが、その日本中に何万台とキャンピングカーがあるので、それをカーシェアリングという形で貸していただいて、そこに泊まっていただいたりとか、まあ、ボランティア行くときに交通渋滞とか一人で行くんじゃなくって、もうライドシェアで一緒に行きましょうとか、で駐車場も足りなかったので駐車場スペースを提供してもらってそこで泊まれるようにしたりとか、まあ、こういった事例っていうのが出てきています。ただ残念ながら日本はあのシェアサービスがまだまだ普及していないので、まあ、それぞれのサービスのマッチング件数というのは、まあ、数件とか数十件とか、まあ、それぐらいしか成功事例がなくって、もし本当にシェアサービスがあのたくさん広がっていったら、この助け合いというのがもう数百件数千件という形のマッチングになっていくんじゃないかというふうにも期待されていますし、実際海外ではエアビーとかウーバーとかそういったところが災害時に助けることによって、あの避難民の方々のサポートがあのかなりされてきたりとかという成功事例も出てきています。でそういった流れで、あの日本政府もあのもっとこういったシェアサービスを日本でもやっていこうというところで、まあ、成長戦略の中に、ね、シェアサービスを広げていこうというので、今年度30自治体に、シェアサービスを活用するあの KPI というのを設定されたりだとか、あとはあの昨年からシェアリングエコノミー検討会議というのが内閣官房で立ち上がって、今年の1月からのシェアリングエコノミー促進室というのができまして、その中で安心安全をしっかりと守っていくためのガイドラインというのを作って、それをもとに今協会とも一緒にこのシェアリングエコノミー認証マークというのを作って、しっかりと本人確認をしているとか保険に入っているとか個人情報をしっかりとあの保護しているとか、そういった項目をクリアしたサービスに対して認証マークっていうのを今年から発行するっていう活動もやってます。まあ、そういうところでちょっとシェアサービスって本当にいろんな分野であのいろんな事例っていうのが広がってきてるんですけれども、まあそれが本当に社会インフラとして根付くようなところを目指して活動しているというのが現状になってます。はい、ところでちょっと30分で詰め込んだ話でしたけれども、まずはシェアサービスは以上でご紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、渋谷区の副区長の澤田でございます。先ほどあのサベットさんからも少し触れていただきましたけれども、今年の6月でしたかね、シェアリングエコノミー協会と、渋谷区はですね、この分野におけるですね協定を結びました。まあ、協定の中身はたくさんあるんですが、まずはですね、シェアリングエコノミーを地域社会で最適化させるためにはですね、しっかりとあの研究をする必要があると。まだまだそのルールがですね不安定な部分もたくさんございますので、例えばB&B を主体とするような民泊のあり方もですね、ようやく来年度3月からになりますけれども、実際の施行は6月からになりますけれども、住宅宿泊法の運用がですねこの基礎自治体でも始まってまいります。まあ、今そこに向けて渋谷区もですねシェアリングエコノミー協会とも連携をしながら、地域の方々も巻き込んで対話を続けてですね、その最適化のためにどういう条例を付設すべきかということを今猛スピードでですねやっている途中でございます。で今日はですねあの私の最初のご説明はこういうテーマで皆さんと少しお話をさせていただければなと思ってます。タイトルは地域社会におけるシェアリングエコノミーの可能性とは何かという話になっておりますけれども、まずはですね今日は日本財団さんのですねソーシャルイノベーションに関わる話でありますので、実はこのシェアリングエコノミーとイノベーションというのは非常に深く関わっている。それを地域我々基礎自治体としてそれをどう受け止めているのかということを少しお話しいたします。はい、まずあの渋谷区はですね昨年度20年ぶりにですね、民間企業でいうところの経営ビジョンですね、どんな組織にもやはりビジョンが必要でございましてですね、我々地方、自治体もですねこの基本構想という名前になってますけれども、ビジョンを制定いたしました。そのビジョンがまさにこの左側についておりますけれども、違いを力に変える街渋谷区というメッセージを定めたわけであります。あの皆さん今お手元にですねこの絵本のようなこうブックをお配りしておりますけど、これがですね基本構想をまとめた、いわゆるコンセプトブックであります。大体この基本構想いろんな自治体皆さん持っているんですけれども、もし検索をしてあげればどんな市にも、どんな町にもきっとあると思うんですね。
そうするとですね、読みたくなくなるぐらいの文章量がずっと出てきまして、まあ、最後まで読むのが 何のことかよく分からなかったと。で大抵ですね、緑あふれる豊かな街にしましょうとか、誰でも住みやすい街を作りましょうって書いてあるんですけれども、我々のこの基本構想は誰にでも分かりやすく絵本のようなタッチでですね、まさにこの違いを力に変えること、まさにダイバーシティですね、このダイバーシティを我々の街のコンセプトにしていきたいなというのが我々の強く願っているところであります。つまり、我々ですね、この多様性こそがですね、英語ではダイバーシティ、インクルージョンですよね、多様性こそがですね、地域社会にイノベーションを生み出すのだと、それが我々の強い信念になっているわけであります。でもう一つですね、この違いを力に変える街ということをどうこう啓発普及していくかということでですね、区長も私もですね、民間企業出身でありまして、おそらくですね、全国の地方体で区長から、バイスプレジェントである副区長もしくは副市長とか、こういう人たちは両方ともですね、民間企業出身者であるというのはおそらく私は知る限り聞いたことがあまりないので、渋谷区は非常に得意なキャスティングになっているかなというふうに思います。で、まあ、逆に言うとそれをうまくテコにしてですね、我々自身が、多様性をこう行政に持ち込んでいる、我々は逆に行政の経験が全くありませんので、その多様性を持ち込んでいるというところが渋谷の大きな特徴かなと。でそれを普及するためにキャンペーンを今やっております。今年からキャンペーンを立ち上げているんですけども、 You Make 渋谷というこういうタイトルでキャンペーン作っております。ぜひ検索をしてあげると、我々のウェブサイトに専用サイトを用意しておりまして、今これ動いてませんけど、このユーメク渋谷がこの球体がこうずっとムービングで動いているってい こうサイトが出てきますの でいろんな色に全部変化をしていくと、まさに、多様性を持ったアイコンを今ウェブサイト上に載せてて、この下にですね、今いろんな施策をやっております。例えばこの前発表しましたけれども、区長がですね、もしくは私たちが全区民の方々と一人一人対話しようと思うと相当時間がかかります。ですから今我々は LINE さんと協定を結んでおりまして、 LINE 上で、渋谷未来君という、渋谷未来という7歳の男の子の AI を今立ち上げています。人工知能と LINE を使ってポッドチャットを使って対応していくと。で対話した内容を、ビッグデータ化して分析して、それを政策に生かしていけないかなというふうに思っているんです。ただ現在ですね、7歳の男の子ですから、時々トンチンカンな答えをしますまさにラーニングを裏側でずっと続けておりますので、まあ、そういったですね、渋谷ならではのですね、普及活動、それから絵本ウェブサイトにいただくとですね、渋谷ミュージックのいわゆる女王と言われている野宮真紀さんを中心にしたですね、菅尾鹿さんですね、このアーティストたちがですね、このキャンペーンソングも歌っていただいてるんですね。夢見る渋谷というキャンペーンソング、あ、梶秀樹です、ごめんなさい、梶秀樹です大変です、夢見る渋谷というキャンペーンソングを歌っていただいたりとか、このキャンペーンソングを例えばこの夏はですね、道玄坂を歩行者天国にして盆踊り大会をやりました。そこで You Make 渋谷音頭ですね、地域の盆踊りのですね、いろんな町会から出てきていただいて、みんなで踊りまして、我々の職員もですね踊ったという、こういうことをやっていたりとか、今準備をしているんです。おそらく来年の春ぐらいからですかね、 You Make 渋谷をダンス、今中学校とかもダンスが普通標準の体育の授業になってますので、ここだけの話にしておいていただきたいんですけども、 EXILE のヒロさんにですね、このダンスを今作っていただいてまして、学校の現場で You Make 渋谷ダンスをこうやっていくと、つまり体感型で、まさにこの You というのは一人一人があなたも You なんですよという、こういうですねキャンペーンを今実行しています。つまり我々のコンセプトは、都市のアイデンティティを創造しているものは決して行政ではなくてですね、まさに You 一人一人のあなたですという気持ちを込めております。でこの You を我々は今渋谷民と置き直しているんですね。渋谷民って一体何なのかというと、おおよそ行政というのは特別区、我々は特別区なんですけれども、住民税を中心に経営をしています。つまり住んでいる人からの所得に応じて払われる税を基づいて、それを最適に配分しているという経営モデルなんですけれども、実は渋谷の、もしくは渋谷のカルチャーを作っている人たちは決して住民だけじゃないんです。例えば働いている方々、企業もたくさんいらっしゃいます。実は渋谷は今22万4700人の人口を抱えているんですけども、中間人口は約60万人、つまり企業がいっぱい集積をしています。でこれから今駅でどんどんビル作ってますので、昨日でしたかね、 Google さんも、本社拠点を渋谷にこうどんと戻されるというのを発表されていましたけども、情報通信産業が最も集積している、街が渋谷区でございまして、働いている人、それから大学もですね、8校あるんですね。青山学院大学、国学院大学、実は東海大学とかですね、精神女子とかですね、そういう方々も集めるという、まさにが学んでいる人たち、さらにもう一つ重要なのは遊びに来ている人たち、買い物に来ている人たち、今外国人の方々も中心に、スクランブル交差点で
こう写真を撮ってですねインスタグラムに上げていただいた方がたくさんいらっしゃると思うんですよ。そういう方々をこう合算していくとおおよそですよ、誰も計算しても僕たちは渋谷民というのはまあおおよそ1000万人ぐらいいるなと思ってるんですね。でまさにこう1000万人の地高体というような形で渋谷を好きな愛しているというまさにシビックプライドですよね。こういったものをどん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 ドライブできないかなというのがこの基本コンセプトの本心でございます。はい、で今日のこのシェアという話なんですけども、先ほどサベットの話、サベットさんの話にもいくつかヒントが出ていたと思いますけども、従来と何が今後変わってくるかなということなんですけども、公いわゆるパブリックはですね、官いわゆる行政、自治体、東京都、国、いろんなこの行政がパブリックを担うというのからこう認識を脱却する必要があると思うんですね。 昔はですね、例えば、隣の人のが音がうるさいみたいな話を大体行政に文句言って、でそういう人たちはいやの税金払ってるんだからこういうことやるのは行政の自治体の仕事でしょっていうようなことがこう結構一般的な通念だったんです。これからはですね、セクターを横断してですね、まさにシェアする発想でみんなでより良い未来パブリックを作っていく必要があるんじゃないかなと思っています。そのために産官学民クロスセクターのいわゆる CSV という言葉を皆さんお聞きになったと思います。クリエイティングシェアドバル、みんなでこう競争して価値をみんなで参加して作っていこうよ、まさにこのシェアの発想というのはまさにこういうことだと思います。これがですね、成熟都市いわゆるシビックプライドにあふれた街の条件じゃないかなというふうに思っていると。それからそのためには、街がもしくは先ほどの渋谷民という一つのですね、ピープルの皆さんたちの人材とかいわゆる能力、スキル、時間、こういったものと例えば企業が作り出す製品やサービス、 NPO の方々もそうだと思います。さらに、資金ですよね。さっきクラウドリアリティのような新しい資金調達モデルもおっしゃっていたと思います。それから何といっても情報がちゃんとシェアされている必要があるので、まさにシェアリングこそが多様なリソースの再配分を実行し、都市を成長させるんじゃないかなというふうに思っています。そのためにはやはりテクノロジーをしっかり使う必要があるかなと思っていて、今仮に AI、BI、CI って ABC と書いています。まさにこれからデジタルレイバーの時代になってきますので、誰でもできる仕事はですね、できるだけデジタルの力を使ってやって、人間本来のクリエイティビティを持った発想をよりサービスに転換していく、付加価値を作っていくということですね。だから BI はビジネスインテリジェンスの役でして、やっぱり街から上がってくる多様なデータを分析して先行してですね、未来を予測しながら先手先手を切っていける、こういった行政体を作れないかなと思ってます。でその結果 CI は ST アイデンティティですね。渋谷をもっと愛してもらうために皆さんが持ってらっしゃる渋谷のイメージを結束させてですね、渋谷ってみんなから本当にいい街だよね、渋谷って面白いことにあふれてるよね、住みたいよね、子育てをしたいよね、老後は渋谷で暮らしたいよねっていう思いをですね、一つでも癒していきたいなと思っています。でちょっと難しい話、これがですね、地域コミュニティの変革のいわゆるドライバーになってるんじゃないかなと思ってまして、今渋谷の一つ一つの活動ってまずはパブリックネスなんですけども、さっきで情報のシェアがすごく重要なんです。多分皆さんもお住まいのところの例えば基礎自治体がどんな政策を持っていて、どんな基本構想を持ってどんな活動をやってるのかって、おそらく大抵の方は行政からそんな情報がどっからも降りてこない、自分で取りに行ってもウェブサイト全然見に行くとは分からない、検索エンジンの性能が悪いというふうに大体ぶち当たると思うんですけども、我々今ウェブサイトもですね、サーチエンジン中心型に変えていますので、さらに毎年毎年ブラッシュアップして今投資を重ねて誰でも使いやすいウェブサイトを今作っていると。でそれから、今までこう情報を伝えるクニュースとか市ニュースとか川崎市ニュースとか多分あると思うんですけども、まあ、そういったニュースもですね、今までは新聞織り込みだったんですけども、この新聞も誰も読まない時代になってきているので全国にポスティングしてるんです。13万5000世帯にポスティングをしたりとか、コンビニに置いたりとか、パブリックスペースに置いたりとかして、できるだけムラなくですね、皆さんに情報を届けたい。さらに区長も私も広告代理店の出身でありまして、クリエイティブな紙面に変えました。ページも増やしました。読みやすいユニバーサルフォントも使っています。さらに、渋谷のコミュニティ F である、渋谷のラジオというクロスメディアですね、例えば、ラジオの番組と印刷物を連携させて特集を電波で聞かせて、文字でも確認できるようなもの、こういった政策もどんどんやっています。今一緒にイベントやったりもしています。さらに、後ほど隣人祭り、我々は隣人祭り、我々は今お隣サンデーということで、そういった、デジタルだけじゃなくてフェイス2フェイス、ヒューマン2ヒューマンのですね、コミュニティの創生活動、後ほどね、また出てくるかなと思います。まあ、それ以外にもいろいろやっていると。
ここでまさに情報とか知識や行動が共有されシェアする状況を作っていくのがやっぱり基礎自治体である我々の最初の第一歩かなと。情報が伝わっていなければコミュニケーションのこういわゆる、接点をちゃんとできないものですから。もう一つオープンネスという言葉なんですけども、これ聞き慣れない言葉だと思いますけども、生態系の中の進化の中で語られる言葉なんですけども、共有ではなくて情報や知識や行動は固定されないで常にですね変化しながらこうまさに成長していくというモデルで、今日はこの事例はですね教育の分野の話になります。我々は今年の4月から去年からずっと準備していたんですけれども、全区立小中学校にタブレット端末を導入しています。まあタブレット端末導入したからって何も起きないんですけども、そこで例えば民間企業さんリクルートさんだったりとかNTT ドコモさんとかでコンテンツを作って、何が大きな特徴から言うと、大体ですねタブレット端末入れてる授業体大半がまあほとんど 99% はですね Wi-Fi ですね、教室 Wi-Fi 回線になってるんですけども、我々はですねあえて Wi-Fi を捨ててですねセルラいわゆる 4G の電話回線でタブレットを使ってるんです。こうなると何ができるかというと、遠足にも持っていく、海の家にも持っていく、プールにも持っていく、それから家にも持って帰る、で家に帰ってコラボノートを使ってお互いに通信回線を使ってお互いに勉強をし合ったりとか、からスタディアプリというリクルートのアプリを使って家で宿題や勉強をやっていると。そこから入っているログデータを解析してワントゥーワンですね個々人のより見える化をしてですね、この問題ができないのは2問前のこれが分かってなかったからうまくジャンプできなかったんでねみたいなことが将来データベース上で可視化する、さっきの BI の発想ですよね。こういったものが2、3年内に完全にできるような準備を今しているというところであります。でまさにこういうものがですね、まさにパブリックネスとオープンネスがソーシャルイノベーション、多様なソーシャルやことの連続体によるコミュニティの持続的な変革につながるのかなと思っています。で、まあ、我々はそれだけじゃなくて産官学民連携による競争推進組織という形でソーシャルアクションパートナー協定というのをですね渋谷区の中心企業、あの大きな企業さんだけじゃなくて NPO 法人も含めていろんな連携をしています。例えば LINE さんとかセコムさんとか慶応さんで、 LINE さんは自分たちの技術を行政に無償で提供してその上でですね AI を動かしたりとか、例えば災害で LINE を使うとかですね、今子育て専門のですね24時間365日、LINE のチャットボットを使って子育て中のお母様のお悩みに答えています。人間が答えるというんじゃなくて AI が答えてるんですけども、300から400問ぐらいの FAQ を全部読み込ましてますので、今ですねお客様の反応も、まあ、まだパーフェクトではありませんけどだいぶ高い満足度を取り出してきたかなと。また例えば防災に関してはセコムさんの技術をどんどん多様に取り込んでいたりとかで、まさにこの日本財団さんとも先ほどソーシャルイノベーションに資する包括協定というのを日本財団と渋谷区を結びましてですね、まあ、来年から一つ一つ事業を組み上げていこうかなという途上でございます。大学とも結んでいます。でさらに我々は渋谷未来デザインというのをこの前発表しました。後ほど金山さんから出てくると思いますけど、だいぶダイバーシティサミットの中でいわゆる、官民を連携しながら行政の外に新しい社団法人を作ってですね、行政がちょっと苦手なことってあるんですよ。例えば今日決めて明日からやるってできないんですね。行政ってやはり議会のご承認事項があったりとか委員会にかけて議論をやった上でそして計画を作って予算を作って実行、まあ、およそですね、主要事業というのは、早くて2年、一般的には3年ぐらいアウトプットにかかってしまって結果を見るのはもっと先になってしまうようなことがあるんですけども、皆さんもご存じのように今社会が大きくスピードアップして変革をしていますので、そのスピード感で果たしてやり続けていいのかってことが区長と私の疑問だったものですが、外側に組織を作ってですね、今日決めて明日からできるようなこういった組織を作って準備を来年の4月から発動しております。で今日まとめなんですけども、多様性こそが地域社会にイノベーションをもたらすということであります。そしてシェアリングを進めることは、地域社会の多様なリソースの再配分と最適化を実行し都市を成長させる、これまさに今日のテーマだと。最後に日本財団さんとやっている取り組み、つまり、シェアリングエコノミーは地域社会に多様性をもたらしソーシャルイノベーションを生み出して社会課題の解決に資する未来志向のソリューションなんだということで、ぜひ意識の高い方々が今日集まっていただいていると思うので皆さんもぜひソーシャルイノベーションにご参加をいただければありがたいと思います。すいませんちょっと長くなっちゃいました。はい、佐々さんありがとうございました。続いて金山さんですけど、そこで大丈夫ですか。
初めましての方も多いのかなというふうに思いますけれども、渋谷区観光協会、渋谷区から参りました金山と申します。大体ですね、観光協会 の、 代表理事、理事長といわれる、立場でやってるんですけれども、まあ、39歳なんですね。伺うと、理事長どこですか、アシスタントの方っていうふうに言われて、なかなか理事長っていうふうにのなんか世間的なイメージとギャップがあるようでして、見つけてもらえないんですけれども、ちゃんと、やらせていただいております。お二人の話がすごかったので、ちょっと僕の方は、簡潔にいきたいなっていうふうに思いますけれども、渋谷区すごいすごいでしょ。株式会社だったら投資したいなと思いませんでしたか。こんな人なかなか、渋谷の副区長に来ないので、この後のパネルトークもほぼ澤田さんの独壇場になるんじゃないかなっていうふうに思ったけど渋谷区観光協会、まあ、よくあるいろんな地域にある観光協会と基本的な業務とミッションは、変わらないんですね。来るお客様がいる、来会社がいる、観光客がいる、その人たちに街の魅力を伝える、ある時には地図を持って伝える、ある時には、観光案内の窓口の、スタッフが、ワントゥーワン、フェイストゥーフェイスで、お伝えするということをやってるんですけれども、大きく違うのは、大抵の地方自治体は観光協会で、集客のことを考えるんですね。もっと来てもらえないか、なのでポスターを作って都会に貼るっていうのが、地方の観光協会がやっていることだったり、地域の魅力を探して探して探して、顕在化させて、それをお伝えするっていうのが、地方型の観光協会だと思ってます。渋谷の場合は、先ほど澤田さんのお話にありましたけど、中間人口60万人、これ1日60万人ですね。その中に観光客も含まれているんですけれども、本当に多くの人が、まあ、言葉を選ばずに言うと呼んでないのにやってくるっていう状態が、渋谷だと思ってます。例えばハロウィン、お台場ではイベント仕掛けて5万人集めるんですよね。渋谷呼んでないのに人が来るから、まあ、交通規制をかけて街を開放して、安全担保するっていうのが渋谷のハロウィンです。年末のカウントダウン、呼んでないのに人が来るから交通規制をかけて、それがなんとなくイベントのように見えていくというようなことになってます。で、僕らがやりたいのは、人は来てくれるのは、まあ、オーガニックグロースといいますか、勝手に来てくれる。日本が有名になる、東京が有名になる、そうすると渋谷は行ってみたいっていうふうに、うまく過去の資産からの連続性の中でそういうポジションにいるので、来てくれた人に 120% 満足してもらおうと。来るのが勝手に来てくれるんだったら、まあ、そこにあぐらをかくのではなくて、満足度に KPI を置くっていうふうに、決めて活動をやってます。で、とはいえ渋谷の観光資源って何って言われるとですね、非常に難しくて、何でもあるがゆえにハチ公とスクランブル交差点って言われるんですね。で、僕らが抱えている課題は、ハチ公と写真を撮る、スクランブル交差点で動画を撮る、さあ新宿に買い物に行こう、さあ銀座に買い物に行こう、浅草にお散歩しに行こうっていうことが、まあ、よく言われる、現象です。まあ、そんな単純な話じゃないんですけれども、次行ってもらいます。なので、今僕らがやってるのは、これからリリースはもうしてるんですけども、育てていくのはですね、地域の魅力を地域の人に発信してもらおうということをやっていて、でもっと言うと、せっかく人が町までは来てくれているんだから、その先の場所で遊んでもらう。で、大きい美術館があるわけでもなければ、ニューヨークのようなブロードウェイのミュージカル劇場があるわけではないんですね。あるんですけど、そんなにブロードウェイほど、まだまだ、クオリティが追いついていないという状況があって、認知も追いついていないという状況があるので、じゃあ例えば、通訳案内所法も改正されていきますから、ガイドしたいよ、遊びたいよ、外国人の人たちと交わりたいよっていう人が、お気に入りの場所を登録して、そこで人を呼び込んでチームを作って、一緒に夜遊びしよう、クラブ遊びしよう、ご飯食べに行こう、英語で会話したいよみたいなことを、やれないかなと思って、ちょっと今アプリケーションの開発なんかを、進めています。で、それ以外に今夜遊びしようっていうのを、例に出したんですけれども、夜間市場の開拓はできないかなというふうに思ってまして、渋谷ではおそらく全国の観光協会の中で唯一ナイトアンバサダー、
アムステルダムですとかロンドンには夜の市長ナイトメイヤーっていうのがいるんですけれども、まだそこがちょっと制度ができないのでナイトアンバサダーという形でヒップホップアーティストのジブラさんだとか、トランジットジェネラルオフィスの中村貞弘さん、ファッションディレクターの上野ありささん3名の方に、夜、の遊び方の観光大使という形で就任していただいて今夜間市場の創出というのを取り組んでいます。あとは先ほど出たハロウィンがなかなか問題なんですね。日取りが悪くてですね、土曜日にハロウィン10月31日が土曜日だとそこで一極集中になるんですけれども、火曜日とかになると前の金曜日土曜日、日曜お休みして月曜日もハロウィンイブで、ハロウィンって4日間いつ誰がどれだけ来るかが分からないのでかなり対策が大変です。でハロウィンで人が来ると必ず街に、残念ながらゴミが散乱するという状況があったりですとか、トイレの問題があったりですとか、着替える場所の問題があったりですとか、いろんな課題があるので、ハロウィンをもうちょっと、しっかりと制度化して、でもっと言うとビジネスになってないんですよね。街の許容力を超えて人が来るので、そこに対して彼らに、お金を落としていただく仕組みがない。本当は代々木公園なんかが大きいフードフェスティバルと大きいイベントフェス会場になっていて、エントランスフィーを取っていて、それがもう一回美化活動に還元されるっていう仕組みができればいいんですけれども、今の仕組みの中だとそういうことができない。例えば去年ちょっと僕も大失敗したんですけれども、代々木公園にハロウィン横丁っていう横丁を作って、ハロウィンで楽しみに来た人を分散化させよう、代々木公園の中で、飲み食いしてもらってゴミもしっかりと収集しよう。代々木公園は8時までしか使えないんですね。僕がやった施策は8時までたっぷり酔っ払ったハロウィンの観光客、ハロウィン、ビジターを酔っ払った状態で街に返してしまったっていうのがあって、僕はなんかいいことをやったんだか悪いことをやったんだかすごく分かんなくなってしまって、今年やったのはですね、渋谷系音楽の代表格の一人である小沢健二さんと一緒に、みんなが具体目立つのはよくないんですけど、ドン・キホーテとかで衣装買ってバッと騒いでバッと酔っ払うからいけないから、ハロウィンにもっと愛を持ってもらおうということで、手作りハロウィンを一緒にやろうよ小沢健二というようなイベントをやってみました。10万人ぐらい来るハロウィン客の中の400人ぐらいしか参加できないので、これも焼け石に水だったなと思いますけど、こういうのを観光資源化するためにいろいろ施策を考えてやってます。で先ほど出ましたけど、ダイバーシティサミットっていう、カンファレンスイベントを立ち上げたんですね。でカンヌにはカンヌ映画祭があって、ミラノにはミラノサローネがあって、なんか街がプライドを持ってこの時には映画を愛するぞ、この時には、家具インテリアのことの世界最高の事業を作るぞっていうような、これもシビックプライドって言えるんでしょうけれども、イベントがある。渋谷に何があるんだろうか。お原祭りがあります。鹿児島ですよね。よさこい祭りがあります。高知ですよねっていうのだとちょっと寂しいなと思って、渋谷、先ほど副区長が話してましたけど、ダイバーシティをテーマに街を作っていくであれば、ダイバーシティの聖地になろうということで、まず分かりやすくイベント化をするということをやりました。ダイバーシティのイベントってだいたい課題発見、課題創出、課題抽出、問題だ問題だ、障害者の雇用率が上がらないぞ、女性の雇用率が上がらないぞっていう、結構聞いてると暗い気持ちになったり、そうだよなどうしようっていう悩みが起こることが多いなと思っていて、僕らは渋谷エンターテインメントシティですから、ダイバーシティに潜むもうちょっと明るい可能性、ポジティブな可能性も一緒に考えようよ。例えば e スポーツのパビリオンをやりました。これは僕は多様性の一部だと思ってまして、ゲーム、僕が子供の頃お母さんからバカになるから30分でやめなさいって言われて、泣く泣く30分でやめた、もしくはこっそり夜中に音を消してやったっていうのが、ゲームだったんですけれども、アジア大会の正式種目になって日の丸を背負えるようになってますよね。2024年のオリンピックで、パリのオリンピックで正式種目に採択されるかもしれない。スケートボードを僕が中学校の時に始めた時に、お前は不良になったって言われました。東京オリンピックの種目ですよ。あの時僕もしスケートボードに親が投資していたら、スケートボードでオリンピック出れたかもしれない。おっさんなんでも出れないんですけど、っていうことがあるかなと思ってまして、いろんな社会が今違うんじゃないかな、違和感があるな、それって個性的すぎないっていうものが未来のスタンダードになるんじゃないかっていうことを、この街から
発信していきたいなっていうふうに考えた、ちょっとポジティブにダイバーシティ多様性を説くようなフェスティバルをやったりしてます。シェアリングエコノミーもその一つ。今はまだサベットさんの暮らし特殊ですよね。これ普通じゃないと思うんですよね。けどこの夜間は未来のスタンダードになるかもしれないっていうことを思ってですね、ダイバーシティサミットの中で一緒にシェアリングエコノミーサミットというのをやっていただきました。でそんな中では高校生がこう言って本当にビジネスプレゼンテーション、自分の価値観アイデンティティをプレゼンテーションするような場があったりですとか、これ論文の淳さんですけど、 e スポーツ親指一本で1億稼げるぞみたいなことを言ってくれたりですとか、まあ、これ その呼びかけで集まってみんなが一生懸命ゲームやって、この日は賞金100万円をかけるゲーム大会だったんですけれども、初めてやった人が100万円取ってったんですよね。結構ニュースにしていただきました。であと小池さんもね、3つのシティ、これなんかちょっと英語的には間違ってんじゃないかなと思うんですけど、セーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティっておっしゃってて、ダイバーシティっていうのがまあ真ん中に入ってるよねとか、また渋谷区も先ほど出た未来デザイン会議みたいなものの発表をやっていただいて、未来思考でものを考えよう、行政って現実思考で現在思考で考えるんですけど、未来思考っていうのは新しい個性だなと思ったりしました。まあ、海外から、パーキンソン病の患者のためにペンを開発したという女性に、なんでそんなことやったのっていう話を基調講演でいただきました。まあ、落合陽一さん、この人はすごい人でしてて、この人自体がもう個性の集合体みたいな、個性的すぎてちょっと話が10分の1ぐらいしか分からなかったんですけども、勉強しなきゃなっていう気持ちをいただいたりしましたね。レイ・ナモトさん、デジタルクリエイティブクリエイターの世界最高峰の方の一人ですけれども、彼も、彼のプレゼンテーションも皆さんに、お届けすることができました。であとは、これは最後のラップアップのセッションですけれども、障害は社会にあるっていう話が出てたんですね。この中にもメガネかけていらっしゃる方いっぱいあると思うんですけど、メガネかけるある視力以下になると障害者認定されますよね。でも障害者と思わないですよね。それはメガネというツールが社会のなかった時代社会の課題だったんだけれども、社会にメガネが登場したことによって、障害がなくなったと。実はあらゆる障害にそういうチャンスがあるんじゃないんでしょうかと。要はメガネをかけ視力の悪い人は、メガネというツールを手にしたことによって健常者に戻ることができる。それは社会が変わっただけで自分が変わったわけではないというような話がすごく面白かったなと思いました。まあ、いろんな方に来ていただいたんですけれども、課題ではなく可能性、未来、そこから何かイノベーション、アイデアを生もうというようなカンファレンス、パビリオンというのを、まあ、第1回目なんでいろいろ課題もあるんですが、育てていきたいななんていうふうに思ってます。でプレイダイバーシティ渋谷、ダイバーシティっていうのをもう遊び感覚で楽しもうよという標語で作ったロゴマークなんですけれども、全部文字が違うんですね。これ渋谷区中を歩き回っていろんなお店の、タイポグラフィーを写真撮って組み合わせて作ってみました。最初組み合わせて作ったらよくある反抗声明文みたいになっちゃったんですよね。写真そのまま使ったらあらと、いい企画のはずなのに、個性が集まったらいいロゴになるはずなのに、反抗声明文ができてどうしようと思って、ちょっとデザイナーさんと相談してイラストレーション化して組み合わせてみました。そうしたらすごく可愛いポップなロゴになったんじゃないかなと思うんですね。個性が集まって楽しくなるってそういうことだなと思っていて、ただ集まるだけじゃダメで、どうやったら仲良くなれるんだろうか、どうやったら楽しくなるんだろうか、どうやったら、おしゃれに見えるんだろうかっていうふうに、まあ、デザインって言葉が正しいか分かりませんけれども、集まって輪になって溶け込んでいくといいロゴになる。溶け込まないと反抗声明文みたいになっちゃうんですよ。なんかそんなことを注意しながら多様な魅力を、街も開発が進んでいきますけれども、いろんな人の意見、いろんな人のアイデア、いろんな人の遊び方、いろんな人のファッションが観光資源になるような、街づくりを観光協会としてやっていきたいなというふうに思っています。後でねシェアの話はいろいろクロストークしていきたいと思うので、この辺でちょっとマイクをお渡ししたいなというふうに思います。ありがとうございました。金井さん、ありがとうございました。今お二人から渋谷区の話をいろいろとしていただきましたけれども、この後村瀬さんからは公民連携のプロジェクトをたくさん手掛けられてまして、そこで、そこの事例のご紹介というのをいろいろとしていただければと思っています。
村瀬さん、よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは、一般社団法人エリアイノベーションアライアンスの村瀬と申します。今日よろしくお願いします。ですね、シェアによる持続可能なまちづくりということで、まあ、僕らはちょっと何をやっているかということなんですけども、まちづくりというとですね、結構いろいろあるんですよね。それこそ渋谷ですと、まさに東急さんがやられているような大きなハード開発もあったりですとか、まさに金山さんが担われているような、逆にもその町をどういうふうに生かしていくかみたいな、そういうソフト的なアプローチみたいなのもあったりするんですけども、あれ行かない、送ってもらっちゃっていいですか。あ、すみません。ですね、僕らはその中でもですね、都市とか地域経営ということの切り口からアプローチをしています。そういう視点から町というのを考えるというのをやっています。で、ですね、すなわちそれどういうことかというと、町をですね、まあ、一つの会社のようなものとして考えてみて、どういうふうにその町っていうのを持続可能な形にするか、経営していくかというような視点から、その町づくりというのにアプローチをしております。で、例えばなんですけども、その中の一つでですね、これ我々AIA というふうに自分の団体言ってるんですが、それ以外のですね、他にも2社とですね、一緒に作ったですね、また一般社団法人に公民連携事業機構というのもやってます。で、そちらの事業の方で、こういったスクール事業をやってます。都市経営とか、まあ、地域経営を実践するその公民連携プロフェッショナルスクールというのを運営してまして、まあ、今のところ2015年の7月にスタートしたんですけれども、今すでにもう3期目がスタートしております。で、まあ、150名以上ぐらいの方がですね、公務員の方がまあ8、9割ぐらい、実際に自治体の職員の方が来られてまして、で、まあ、結構そこそこ受講料、半年ぐらいの期間中で50万ぐらいするんですけど、自腹で結構来られる方も多いです。まあ、公費派遣で来られる方もいらっしゃるんですが、まあ、そういったところをやったりしております。で、今までまあそこの中からですね、スクール出た後、これ実践するということで我々非常に重視しているので、そこの中から実際にまちづくり会社を組成して、で、その地元の中での公民連携事業という、まあ、事業を開発するというのをやっているのが、まあ15地域ぐらいですかね、まあ、出てきているというような状況です。で、様子はまあこんな感じですね。まあ、実際に結構e ラーニングと組み合わせながらやってまして、で、これの写真の様子っていうのが、その集合研修をそのスクールの期間中に2回ぐらいやるんですけれども、まあ、そこの様子です。で、まあ、結構こんな感じで、本当に結構ガチガチに2泊3日の集合研修中にご自身の地元で実施されるその公民連携事業のある程度の荒々の計画というのをここでどんどんブラッシュアップして作っていくというような場になってまして、まあ、いわゆる海軍、アメリカ海軍じゃないですか、ブートキャンプみたいな感じで詰め詰めでやるというようなことをやってます。で、まあ、そうするとですね、お互いに立場同士同じ方たちがこう受講されて、そこからまあ公民連携を実際に実践するという方たちのネットワークというかですね、まあ、そこの中からお互いに実践しているので、現在進行形のところの話というのがこうナレッジとして共有化されていくというような、まあ、学びの共同体みたいなものというのをこのスクールを通じてまあ作っていくということをやってます。で、実際にまあこんな形でですね、まあ e ラーニングと3回ぐらいの集合研修という形を取ってやりまして、で、その中にはまあ課題図書もこれ読んでくださいねみたいなのが結構あったりするんですけど、まあ、そういうのを通じて、公民連携事業を担える、まあ、人材を養成していこうというようなことをやっております。まあ、もし公務員の方とかですね、自治体職員の方がいらっしゃったら、ぜひ後で検索してもらったらなと思うんですが、まあ、こんなことをやってます。で、開校から2年ぐらいで、まあ、このぐらいですね、実際にこれ、まあ、自治体職員の方が本当に大きい事業もあれば小さい事業もあるんですけれども、まあ、公園で例えばマルシェやるとかいうような小さいものもあるんですけども、実際に何かアクションを起こしたというのはこのぐらい の地域で今起こり始めているというところです。で、少しですね、その持続可能な街づくりという話なので、切り口としてですね、まあ、これがシェアという文脈とも重ね合わせて分かりやすいのかなということでお話しするんですが、ですね、まあ、公共不動産といいますか、要するに自治体が保有している不動産というのは実はあるんですよね。結構公共施設をはじめ体育館ですとか図書館もそうなんですが、そういったものをですね、この公民連携という形で、これから経済開発をしていこうと。で、いわゆるですね、その皆さんが公共施設に抱くイメージというのはダサくて、かつ税金を投入し続ける、まあ、町のお荷物、ある意味、まあ、稼げないですね、どうしようもない施設っていうイメージ感が強いかもしれないんですが、そこの前提を変えましょうと。要するにクールでイケてて、
でかつちゃんと稼げるというあのものに変えていきましょうということを我々はそこの公民連携の中で生み出していこうということを考えております。ですなわち、まあ、町の金食い虫を、まあ、稼ぎ柱に変えましょうということが、まあ、一つになります。で、まあ、これ以外にも別 の、 あのいろんな公民連携という形があるんですが、ちょっと紹介する意味で、まあ、分かりやすいのがこの不動産かなと思ってまして、ちょっと、一例としてご紹介します。で、まあ、実はですね、よく考えてみるとあのパブリックセクターという部分もかなりのですね、あの不動産オーナーなんですね実は。でこうやってここのこれ国交省が出している資料なんですけれども、あの国と地方公共団体合わせてですね考えてみると、公的不動産というのは実は、大体570兆ぐらいあるんじゃないかというふうに連結であるんじゃないかと言われていまして、これを今のところはですね、あの、まあ、ほぼほぼ大体税金を突っ込んでやるというような開発形態が多いんですが、それをもっとですね公民開発型にこうシフトして稼ぐインフラにしていくと、もっとですねこの街っていうのは魅力化できるんじゃないのかなと考えてます。まあ、例えばなんですが、これも一つの札幌のですね創生川公園っていうところがあるんですけれども、まあ、そちらでですね、まあ公園の利活用をこう推進しながら、まあ皆さんから見て右手ですか、まあ、こんな形でですねビアガーデンみたいな形でこの広場が、あの広場自体はあの公共整備なんですが、そこの上をこう活用するという形で、そこからきちんとこうあのそこから入ってくる収入で、維持管理を捻出していくということで、まあ、町としてですねこう稼げる、まあ、広場活用みたいなものにつなげていこうですとか、まあ、あと他にもこういったですね、これあの愛知県の音川というところ、岡崎市というところで、つい先日社会実験やられてるんですけど、今新しい取り組みが始まってまして、これはあの川の河川敷ですね。で河川も実はあの河川敷空間も大体あの県ですとか、そういう、まあ、東京だと東京都とかですね担っている部分多いんですけれども、まあ、そこをこういった形でですね、今リーディングプロジェクトを始めてまして、まあ、ビジネスミーティングキャンプ、あのこれスノーピークさんというところが あるんですけれども、そういったあのツールを取り入れながら、こういったまあビジネスミーティングキャンプを誘致してそこを使えるような場所に変えていきましょうということで社会実験を始めたりしています。あと他にもですね、公共資産で考えてみる、今河川敷で出ましたけれども、今度例えば廃校って今増えてますよね、これ地方都市で、これ実はですね、あの、東京の千代田区にある、まあ、3331アーツ千代田という、スペースなんで、もしかすると結構行ったことある方多いかもしれないんですが、こちらもですね実はあの公民連携でああいった素敵な、まあ、あのアートセンターの空間に変わっている部分になります。で通常これをですね、今ちょっとマニアックな話なんですけれども、あの今までですと廃校活用という部分は指定管理という制度の枠組みを使ってやるのが多かったんですけれども、こちらの場合はですね、ま民間賃貸を普通にですね、あの貸し付けると、そこを運営する事業者に民間賃貸として貸し付けて、でそこの賃料収入をあの区としてはきちんといただくと、でかつあのこれを事業を運営していく側はそういった民間賃貸なので、そういったラインに乗りながらきちんとその不動産経営をその上でやっていくというようなことが実際に実践されているというようなところになります。で、まあ、年間で今80万人2012年ぐらいで、まあ、もうちょっと今多分増えていると思うんですけども、80万人ぐらい欄干するぐらいの人気施設になっていると。で他にもですね実はあったりしますと。でこれはですね広島県の方の尾道というところになるんですが、県が保有していた、これも倉庫です、港湾、まあ、海沿いにある港湾倉庫、廃、まあ、ほとんどもう使われなくなった廃倉庫になっていたところを、こういった形でですね、あの今、尾道の方実はですね、あの今治の方とこう通じてまして、あのサイクリスト、自転車乗る方は結構知ってるかなと思うんですけども、今しまなみ海道がですねこうサイクリストの人たちの中で非常に熱いあの労働になってまして、そうですね、まさにで、そういう場所になってまして、でそこをですね、あのきちんとそこに受け入れる、まあ、あのそこにマーケットがあるだろうということで、こういったですねサイクリスト専門ホテルに再生をさせて、尾道 U2 という非常にかっこいいですね施設になってます。これなかなか多分ですね、自治体が普通にこれ単独でやったらこういう施設絶対になりない、ならないのなと、もう非常にこのある意味ですね、非常にセンスあふれるですねいい施設になっておりますと。でまあ、あの今でサイクリストの方たちの中では結構憧れ あの、まあ、こう目指していくスポットの一つの、施設に変わっているというような事例もありましたり、あとは他にもですねこういった、宮崎県の宮崎市なんですけれども、まあ、昔ですね、それこそ本当昔あの新婚旅行の地としてあの栄えてた宮崎市なんですが、今もだいぶ落ち込みまして、もうなかなか行く方少ないと思うんですけれども、そこのですね港湾部分をやはり活用してビーチパークとしてですね、これも民間の事業者が運営をしてやっていくと。で
こういった素敵なビーチパークに変わったことで10万人を切っていたですね観光客が23万人ぐらいまで今回復をしたというのがこの前ニュースにも出たりしましたけれども、そのぐらいまでになってきていると。でかつですね、まあ、当然人が来てですね、いい空間として利用されるようになり、かつ、県や市もそこからの施設利用収入の等がきちんとですね、入ってくるという形で運用されていくというような例になっています。であとですね、今、ちょっとご紹介してきたのはその既存でですね、ある、まあ、立っている、使われなくなっているとか非常にこう低稼働になってしまっている施設を使うという話だったんですけど、これちょっと毛色違いまして、市が保有して買ってしまったですね、買ってしまったんだけれども、不動産開発をするほどですね、もう市に財政的余力がなくてどうしようと困っていたケースの話です。そこを、公民合築という方法を使って、こういったですね、施設を開発したというケースになります。でこれ岩手県紫波町というところです。でそこの小川プラザというのが、これですね、実は非常によくできてまして、ちょっとこの時間だけで説明しきれないんですけれども、まあ、言ってしまうとですね、公共図書館と民間テナントがですね、同じ施設をこう共有した形で合築されています。でこれは何が面白いのかというとですね、通常図書館というのは、まあ、文教施設に当たるものなので、まあ、そこの部分は当然税金でですね、そのぐらいはまあやんなきゃねえという発想が通常多いかと思うんですけれども、ここの市はですね、なかなかそこ、まあ、財政的な余力がないので新しく建ててしまって、その後経営どうしようかみたいな話で当然出てくるわけですね。施設を建てるところまではこれ国の制度やまあ自治体の制度としても補助金というものが出てくるので、まあライトアスイニシャル部分をですね軽くして建てるというところまでできるんですけども、実はその後の方がですね、建物を作った後のかかってくるお金の方が実はこの施設系って多くてですね、まあ要するに例えば人件費当然そこにかかりますよねとか、そういったものの部分のいかにですね捻出していくのかということに向き合ったわけですね。でそれを考えたのが、その合築させたことで施設共有を図りながら、民間側の方には例えばですね、こういった産直のマルシェが入っていたりですとか、地元の経営者がやられているカフェとか居酒屋さんが入ったりとかします、ここの施設で。そこから上がってくる賃料収入というのをそこの維持管理の、ランニング部分に、活用していきましょうというような組み方をして、ですね、公的支出を、まあ、抑制した形でこう運営できるというものに、なっています。でまあ、公共施設自体なので民間が整備をして紫波町が取得しているんですけども、運営としてはそのような形を取って公民連携で回しているというケースになります。でですね、これまあ日本で今少しずつ現れている話なんですけれども、例えばよくよく考えてみると世界的なですね流れっていうのはもうこういう形かなと。でこれニューヨークのですねブライアントパークというところなんですけども、コンセッション形式でまあやられてまして、ここもですね実は公園というスペースって、まあ当然それって今までの皆さんのご認識だと、当然まあ自治体がまあ我々の税金で支えて回すもんですよねってあるかと思うんですけども、いやいや待てと、そこもですねもっとクールでいい施設にするってことはできるんじゃないかということを考えたときに、まあここもスポンサー料収入を取ったりですとか公園の利用料を取ったりという形を取って、公園の維持管理とか、まあ例えばここ Wi-Fi 飛んでたりとかですね、まあテーブルとかですね椅子とかそういったファニチャーも整備されたりしてるんですけども、そういった部分のサービス提供というものに当てていくということで、非常に集客力の高い公園に変わりますと。でそうするとですね、いい公園があるというのは実はその周りの不動産価値も上げるということに実はつながっていって、それは最終的にはですね固定資産税というものに自治体の仕組みとしてあるので、そこにも当然反映されて地価が反映されて上がっていけば、非常にその不動産、ごめんなさい、固定資産税部分もまあ良くなるというような形をちゃんと狙ってまあやっていると。他にも、まあ、ここにもちょうどシェイクシャックがありますけれども、まあ、シェイクシャックってよくよく考えるとですね、成り立ちというのは実は公園内でホットドッグ屋さんを実はスタートしたところから始まっています。でそこの中でですね、最初仮設で やりだしてたんですけども、まあ、要するに、キッチンカーみたいな感じなんですけど、仮設でやってたところは非常に好評でいいので、まあ、そうすると経営権を与えるので、そこで施設を作っても回してやってみろということで、まあ、やってみるじゃないですね、きちんと事業提案されてやったんですけれども、まあ、そこからですね、まあ、当然シェイクシャックがきちんとこうやって経営をその公園内でやるというところから、まあ不動産の賃料収入とかのきちんと市に納めるということにつながっていって、まあ、こういったですね、今では上場までしましたけれども、こういった企業さんも出ていると、まあ、今ですねちょっと珍しいケースかなと思うんですけども、はたまたよく考えると日本も実は昔ですね、この日比谷公園というのは実はそういう仕組みで回ってたりしたということもあるんですね。で
ボートですとか屋外音楽施設ですとか公会堂とか、そういったですね公園内のある種テナントというようなところからきちんとこう収入を得て、それで公園経営というのを回すということをちゃんと発想されてやっていたというような形でして、まあこういった公共ストックをですね今後も活用した公共サービスをこう充実させていくということをやっぱり今後は日本のこれからの局面を考えていくと、まあ検討すべき話なんじゃないかなと思います。でですね、まあちょっとしたまとめとしてですね、まあ公民連携っていうと結構ですね今まで多かったのは、すいませんちょっと区長の前にして言う、副区長の前にして言うのはあれなんですけど、なんちゃってが多いんですよね結構ね。協定単純に結んで公と民がなんちゃってこう組んだ体裁というのはすぐ整えるのでできるんですけど、それ本質かって話で、何やんなきゃいけないのかっていうのは実はやっぱりここだろうなと思ってまして、パブリックマインドを持っている民間企業というところと、逆に今度は公側も実はですね民間側の事情というのをきちんと理解した上で公共発注とかっても考えてこれからいけないだろうなと思ってまして、っていうのは投資誘導をきちんと図っていくっていう部分にフォーカスもちゃんとですねパブリックの方も当てていかなきゃいけないんじゃないかなと思っていて、そういった意味でのプライベートマインドを持っている公共というのが連携をすることでこれから地域を経営していくというような形っていうのは必要かなと思います。でこれはまあ多分おそらくですけど、シェアリングエコノミーにも先ほどサベットーさんの方がシェアリングシティのケースを紹介されてましたけど、ここって多分そういったシェアの文脈においても非常に重要な組み方の姿なんじゃないかなと思います。はい、僕から以上になります。はい、村瀬さんありがとうございました。ちょっと聞いていただいて分かったかと思うんですけれども、まあ、本当に今パブリックセクターといいますか公共分野公共政策というのは非常に新しくなってきていて、非常にクリエイティブで IT 活用したり、またはそのビジネスマインドを持った人たちというのが参画したり、そういうプロジェクトがどんどん広がっているというのがあります。その中で自治体だけでなんとか経営していく、自治体だけで公共サービスを提供するんじゃなくて、いろんなリソースをシェアしたり、いろんな人たちを巻き込んで、新しい未来を一緒に作っていくと、まあ区民だったり市民一人一人が当事者となって一緒に作り上げていくっていうのが、まあ、世界的にもトレンドになっているというのがございます。でちょっとここからはパネルの方に移りたいと思うんですが、ちょっといくつかキーワードを用意しておりまして、それに基づいて少し話ができればな、パネルができればなと思っています。でちょっと時間も少ないんですけれども、会場の皆さんからもご質問いただく時間は設けたいなと思っておりまして、でせっかく今日こういったメンバーが参加されているので、個人的な思いとか個人的な考えとかっていうところもぜひ聞きたいなと思ってまして、僕もその業界団体の事務局長っていう、まあ、僕も40歳で業界団体って大体、まあ、60とか70とかそういうおっさんたちが、まあ、ある意味多かったりだとか、 IT とかやっぱり分かんないとか、クリエイティブとか若い人たちとのその接点が非常に少なくて、やっぱりここに集まっている人たちっていうのはそのこれからの社会を作っていくのはやっぱり若い人たちだったり、その IT とかっていうのを最大限活用していったり、またはそのこういう難しい公共分野っていうのを、まあ、楽しんでポジティブに作っていこうっていうところで参画されている方々だなと思ってるんですけれども、特に金山さんと澤さんにお聞きしたいんですけれども、まあ、民間からこういう業界にパブリックセクターに入ってこられた、まあ、動機というかですね、まあ、多分給料も激減してんじゃないかなっていうのは特に澤田さんあると思うんですけれどもまずはじゃあ澤田さんから、なぜ民間からこういった副区長と。私は単純でして、こういう仕事に、なるとは人生全く想像してなかったですね。できっかけはですね、もう分かりやすく区長が、私が広告会社にいた時の私の部下が区長になったんですね、選挙を通じて。でまあ、彼が区議会議員を3期、渋谷区の区議会議員を3期、3期連続ですねトップ当選を果たして、あるプライベートの場所で、お前いつまで区議会議員やってるんだよと、それ民間に戻るか、やるなら区長とか出たらって無責任な発言をしたらですね、本当に出たんですよ。でその時に本当に冗談で、じゃあ僕が区長になったら澤田さん副区長やってよ、いや俺は選挙に出ないんだよ、いや何の仕組みも知らなかった、副区長も選挙に出るのかと思ってたぐらいですから、いやいやそんなんじゃないんだよと、区長の人事権を使って議会の承認事項、もちろん議会の方のお許しを得なければならないんですけれども、でもちろん最初は当選した暁にもオファーをいただいてたんですよ、ずっと断ってたんですね。なぜかというと前職で経営側におりましたので、そう簡単に部下を捨ててですね転職するということはもう無責任極まりないんですけども、
まあ、ちょっとあの悲しい話なんですけども、その途中にあの最愛の妻がですね、あの病気で亡くなりまして、まあ、そういった中でですね、すごく人生のターニングポイントを迎えまして、ずっと民間企業では毎日毎日どうやって収益を上げ続けることができるのかということをずっとやってたんですけれども、まあ妻が亡くなって家族に大きな変化が出たときに、困ってる人や悩んでる人の手助けができる、そういう公務員という仕事、人生一回きりですから、まあやってみようということで、当時の株主のトップにですね、これこれしかじかこうこうでって言ったところ、分かった、応援するよと、行く以上頑張ってねってありがたい言葉をいただいて、半年ぐらい遅れて、今渋谷区にジョインしたという状況であります。金谷さんはどういうきっかけで？今澤田さんの話でターニングポイント、人生のターニングポイントっていうのがあったと思うんですけれども、まあ、僕も似ていてですね、僕も実はこれ言うとね、結構渋谷区やばいねって言われちゃうんですけど、広告会社出身なんですよね。具体名ってあんまり言わない方がいいのかな。あの澤田さん博報堂出身のバリバリのもう営業上がりのプロデューサー、僕電通出身なんですね。渋谷区電博に乗っ取られたんじゃないかってよく言われるんですけど、まあ、僕は実は電通出身って言われるんですけど、電通はだいぶ前に辞めてまして10年いたんですけど、電通辞めた時は、最初辞めた時はですね、なんかアイデアが好きで広告会社で仕事をしてたんですけれども、アイデアって企業からのオリエン、課題がないとアイデア出さないっていうのがおかしいなと思っていて、次行ったのは音楽業界なんですよ。でミュージシャンって誰々にオリエンされて曲書かないじゃないですか。で自分たちで社会を感じて、あ太陽が暖かいな、太陽の歌ができたり、あ愛するって素敵だな、ラブソングができるんですよね。なんかそういうふうにクリエーションでアイデアでリードして、あの社会に何かを生み出していくっていうのはすごいいいなと思って、音楽業界でその仕組みを学ぶというか、その生き様を学ぶっていうのでやっていたら、その音楽会社で環境事業やってたんですよ。 AP バンクっていう事業なんですけども、あれを結構マウスプロデュースをやっていて、だんだん社会との接点がすごく多くなってきたときに、実は子供が生まれまして、渋谷区で産んだんですけど、なんか今までの経験とか、自分の人間関係とかそういうものって、なんか子供のためにやるんじゃないかなみたいなことをすごい強く思ってですね、まあ、要は夜飲み歩いたり、まあ、付き合いがありますからね、芸能事務所ってしたり、あと自分が絶対に乗らないような車の広告の話が来ると、そのなんかこれが最高って言っちゃう、なんか人生ってちょっとクリエイティビティに対して、失礼だなみたいな、もったいないなと思って、で子どものふるさと作りをできるんだったらば、地域の仕事は面白いなと、生かしてみようということで、やろうと決めました。で最初区議会議員やんないかって、実はさっきの選挙の話につながるんですけど、長谷部健という区長がですね、区長選に出るときに区議会議員の枠が空くんだよと、やんないかっていうオファーをいただいたんですね。で僕はその場で、あ面白そうだなと思って、何を区議会議員として何を提言できるのかっていうときに、結構観光っていうキーワードでマニフェストを書いたんですよね。選挙出るつもりで、もう家族の大反対にあって、街頭で喋んないで恥ずかしいからと、あんた過去分かってるみたいなことを言われ、そうだよねって言って、そのマニフェストだけ残った状態で、別の仕事をしてたんですけども、まあ瀬部さんからオファーをいただいて、観光協会っていう仕組みがあるんだけれども、そこをお前が書いてたプランでやってみないっていうので、面白そうなんで、まあ、飛び込んでみたと。初年度あんまり言わ、あのオフレコ、ほぼオフレコにしてほしいです。初年度僕給料ゼロでやりましたね。なぜならいきなり戸玉から入ってきて、よくわかんない若者で、博報堂博報堂電通みたいなことで絶対叩かれるなと思ったんで、子どものふるさと作りのために一旦1年間無給でいいからやりますって言って飛び込んで、その代わり2年目は1年目のパフォーマンスで評価してください、地域の皆さんがっていうやり方で、ちょっと乱暴に入っていったというか、入るのは決まってたんですけども、乱暴に信頼形成していったっていう感じでしたね。あの多分これからの街づくりも、そのずっと政治家やってる人とか、ずっとその、あの役人としてあの働いてる人たちが作る街と、やっぱその民間のセクターだったり、それこそ芸能とか音楽とか、そのクリエイティブとかっていう人たちが入ってくる公共の在り方って、やっぱガラッと変わると思ってまして、でシェアリングエコノミーって、そのいろんな人たちが参画するというところで、そのさっきの障害者とか主婦とか、あのそれこそ子どもも稼げるみたいなところがあってですね、なんかそういういろんな人たちがあの参画するからこそ、その公民連携もまあ実現できたりだとか、その中から帰っていったり、外から帰ってくる人たちというのが、あのつながりによって生まれてくるんじゃないかなと思っています。でその中で、あの、まあ、渋谷区、まあ、ダイバーシティをテーマにされていると思うんですけれども、
まあ、この違いを力に変える街っていうので実はあのこういうですねあの、まあ、ビジョンいくつか の, あのポイントを作られてそれを政策にして、まあ、施策の柱としてそれぞれあのこの未来像に基づいた取り組みっていうのをされていて、まあ、その取り組みの一つがあのさっきの iPad 配ったりとかいくつかの具体的な施策としてスタートしているというのがあります。で、あの佐田さんにお聞きしたいんですけれども、まあ、20年変わらなかったそのあの基本計画をあの、まあ、ダイバーシティっていう単語に集約されてあの選ばれたと思うんですけれども、まあ、なんでダイバーシティにされたのかとか結構いろんな意見とか反発とかも含めてあったと思うんですけれどもなぜダイバーシティを中心にされたのかってところもう少しお聞きします。あのもうそれはあの皆さんもご存知の通り、今から、3年前ですか、2年半ぐらい前ですかね、渋谷区は、前の区長の、最終期の時に、区議会議員だった今の長谷部健がですね、まあ、議会をまとめてLGBT パートナーシップ条例というものを日本の地方体で初めてリリースをしたというのはこれ記憶に新しいところだと思いますけどもやはりあのその時にですねあの私はいなかったんですけれどもその時に町から上がってきたエネルギーをそのままあの今の区長が選挙に出て区長になってやっぱり彼が作り出したもしくは彼が体感したもっと言えば町にあった元々あったポテンシャルがそうだったと思います。あの渋谷区というのは人口の流出がすごく多いんですよ。あのもう入ってくる人もいますけど出ていく人も相応にいらっしゃるんですね。それはなぜかというと、まあ、いろんな事情があるんですけども単身の方もすごく多いですしそれから子育て世代もですね渋谷区は本当に行政がどんなに頑張ってもなかなか変えられないんですよ。地価がすごい高いんですね。私も今住んでてマンションの賃貸とか料とかすごく高いんですよ。そうですから家族が一人増えるとどうしてもこう郊外の都市に移動せざるを得ないような状況の中でそもそもやっぱりこう流出が多いところっていうのはそもそももともとダイバーシティのポテンシャルがずっとあるんですよね。会社ももう新卒でずっと中間採用をしないでずっと取るよりも外国人を入れたりとか中間採用どんどんやるとダイバーシティ感が生まれてどんどん新しいアウトプットが出ますよね。もともとだから渋谷区って町はそういう町なんだろうな。それがたまたまこういう形になったと。でまあいろんな審議会行政なんでいろんな審議会いろんな議論の場それからパブリックコミュニティいろいろやったんですけどもあの実はねそんなに反対意見はなくて今はもうこの違いを力に変える町というのは例えば70歳後半の町会長この言葉いいよねと町ではみんな本当にいいねこの言葉と大変こういろんな形でご評価をいただいてこれからそれを具体的にアウトプットにどんどんスピード感を持ってやっていかなきゃいけないなというふうに思っております。ダイバーシティって横文字にするとすごい分かりづらかったりもしますし、まあ、それを日本語にうまく表現されているというのもあるんだろうなと思います。で、あの金山さんにあのそのまさにダイバーシティという単語があのどういう意味なのかとか捉え方って人それぞれ違うと思うんですけれども金山さんにとってダイバーシティってどういう捉え方をされていらっしゃるか。映像って僕はですね、一個ちょっとご紹介したいムービーがありまして、まあ、ムービー見ていただきながら喋りますんで、画面の方注目してもらいたいんですけども出るかな。これ NTT ドコモさんの CSR のキャンペーンの、テレビコマーシャルなんですね。あ、ちょっとちっちゃいんで申し訳ないんですけども、あなたという一人はいくつもの人生でできている。そのすべてがあなたを誰よりもあなたらしくする。T シャツを脱いでいくだけの CM なんですけども、今日はダイバーシティっていうと自分とあなた、私と皆さんみたいな形で、こうあの人をこうあなたをこう彼をこう彼女をこうっていうふうに捉えるんだと思うんですけれども、実はその子の中にもっと多様な考え方というか人生が詰まってるんじゃないかなというふうに思っています。僕は男であり2児の父であり海が好きなサーファーでありワインが好きな酒飲みであり、村上春樹が好きな読書家でありっていういろんな個性がありますよね。だから僕っていう風に見えている存在だと、男同士なのか、何なのか
観光事業同士で観光協会の隣の町の観光協会の人と仲良くなるのかもしれないんですけれども、サーフィンという共通項を出していくと海仲間ができて、ワインという共通項を出すとワイン仲間ができるんじゃないかなと思っていて、個性が自分の中にいっぱいあるっていう状態を認識して把握していろいろ楽しんでいくってことがなんかダイバーシティなんじゃないかなっていうふうに思ってます。あの CM そういう思いを込めて、僕シェアっていうことにかけると僕の人生と僕の経験は今町社会にシェアしていただいていると思ってまして、観光協会の代表理事であり自分で1個投資会社を持っていて、もう一つクリエイティブ開発会社を持ってるんですね。そこで作ったのがさっきの CM なんですけれども、なんかこれって渋谷の街でダイバーシティを考えてそこの答えに行き着いて、企業から次の CSR 何って言われた時にダイバーシティですって言えて、なんとなくやりたいことをいろんな人の力を借りて社会に、残していく、表現していくっていう、なんかこれ自分の中に高いモラルがないとできないんだけど、すごくいい循環で今はやれてるかなと思って、今見ていただいた CM が僕が考える今一番新しいダイバーシティっていうことなんじゃないかなというふうに思ってます。すごい、金山さん自身も いろんな顔を持たれていて、まあ、それを生かしながら観光協会としてできることもあれば、渋谷区にやってもらうこともあれば、まさに CM を作ったり起業化したりっていうところで、多分一人一人がその、まあ、サラリーマンだけじゃない、または学生だけじゃないっていろんな顔を持たれていると思っていて、シェアってやっぱりその今働き方改革とか副業とか、まあ、いろいろと言われてはいて、その自分の良さっていうものをそのどこかの一つの組織だけで、発揮するじゃなくて、いくつもの顔を持てる、しかもそれがソーシャルメディアとかシェアリングとかでもどんどんネットで自己実現できる社会が今もう始まっているので、なんかそのあたりをもっともっと生かせるとより良い社会になっていくんじゃないかなっていうのをすごい感じています。なので、まあ、単に障害者とかその男性女性とかじゃなくって、一人一人の中のダイバーシティみたいなところが伝わっていくとより面白くなるんじゃないかなと思いました。で、まあ、そんな中でちょっともう少し渋谷区の取り組みを深く聞きたいんですけれども、まあトライセクターというので、まあ、それぞれみんないろんな顔を持ちながらいろんな分野をまたがって仕事をしていると思うんですけれども、渋谷区がですね、この渋谷をつなげる30人といういろんなセクターの人たちを集めたプロジェクトを立ち上げられていて、でちょっとこのあたりも少し佐田さんからご紹介いただいてもよろしいですか。これはですね、去年から立ち上げた、産業界、NPO、市民、行政それぞれからですね、自分で手を挙げた人、行政は無理やりお前行けって言われた人まあいろんな多様なんですね、人材を集めて、今渋谷区の先ほど皆さんにお配りしている基本構想、こちらこの基本構想の下に、基本計画、つまりビジョンとストラテジー戦略があるんですけども、それをどう実現するのかということをワークショップ、いわゆるフューチャーセッションズというワークショップのスケールを使って、それからスイスのエクルーシャとか慶応大学 の大学院が持っているノウハウをうまく使って、みんなで人材を育成するという観点で、具体的に渋谷区に提言をすると、政策の提言をするという組織なんですね。でこれは非常にうまく今言っておりまして、今まさに2期生が今回って、今まさに県県学科がやっていただいているということなんですね。でやはりこれがいいのはセクターを横断する、セクター横断でそれぞれの違い、もともと民間企業と NPO と行政職員が同じテーブルについてディスカッションする機会ってなかなかなくって、互いにやはり刺激的なんですよね。今までのカルチャーも違う、ウェイも違う、でも違いをお互いに認めるからこそ、そこから創発されている新しい例えばインベンションが生まれたり、まあそういった流れのものをお互いにこうレスペクトしながらやっていくと。もちろんこれをやるためにはフューチャーセッションの野村さんというですね、日本で最もファシリテーションの技術を持たれている方に真ん中に立っていただいてですね、多様なコミュニケーションカンバセーションをやっているというモデルです。で通常ですねワークショップというのはこれ半年ぐらいやってるんですね、月に1回とか2回で、で裏では飲み会とかもやってるわけですよね。でワークショップって大抵ですね、私も昨日もワークショップ2本あったんですけども、出ていくと大体こういろんなテーマでありますよね。でいや今日のワークショップ面白かったよねで飲み会行くんですよ。でもね次の日ほぼ誰も忘れてるんですよね。でその次はまたメールが来てまた飲み会しないって話になる、飲み友達探してるみたいになるんですけども、これはですねこのアウトプットを政策を提言して渋谷区が事業に取り込んでいくってことをコミットメント出してるんです。でさらにこれは行政が直接税を投入するのは
やや難しいなというものはですね、例えばキャンプファイヤーさんという、クラウドファンディングの会社と、協定を結びまして、クラウドファンディングの技術を使って寄付金を集めてドネーションを出していって、その事業を応援してアクセスレートしていくというような、こういういわゆるファイナンスのモデルも同時につけていてですね、でこれをやることによって皆さんがその地域の、イノベーターになっていくと。で大抵30人なんですけども、1人大体10人ぐらいのこう同じ仲間を連れてくると、大体1年回すと300人のソーシャルイノベーターが生まれていると。で今2期目ですか、これを大体で、ね、5、60年やっていくと大体ですね3000人から4000人ぐらいになるなと。で今我々の人口22万4000なので、人口のおおよそ 2% がソーシャルイノベーターになっているとですね、これは顧客戦略から言ってもですね、この人たちが次のフォロワーを引っ張っていけるような街、それがさっき言ったように、官、あ、公、パブリックの仕事を官だけが担うんではなくって、こうみんなでこう志してある人が担っていくって、これ非常に面白いモデルなので、ぜひ今度3期生もありますので、毎年やっていきますので、ウェブサイトに行っていただければですね、手を挙げていただければ参加いただけると思います。ただし民間企業の方は、研修として出ていきますので、一社あたりコストがかかります。よろしくどうぞ。ちゃんと稼ぐ仕組みができる。もちろんです。もちろん。なぜかというと、データの分析を勉強したりとか、ファシリテーションとしての能力を磨くこともやってますし、企業にいわゆるダイバーシティやコラボレーションのアセスメントをする技術もまさに勉強していただくので、そういう意味において有料制になっております。はい、ありがとうございます。渋谷区の活動って結構渋谷発で日本全国に広がっていくっていうのが、まあ、LGBT の結婚証明とかもそうだと思うんですけれども、この仕組みもなんか他の自治体が今真似ようとしているとか、はい、今京都とか、南都市圏に広がっていくんです。一番大きいのはこの仕組みを来年から、スイスチューリッヒをつなげる30人になると。つまりチューリヒがですね注目をしていて、実は国内にも普及する前から世界に出ているというですね、非常にユニークな取り組みになっていると思います。 AIA でもこの仕組みを全国に広げていただけると誰もがまちづくりに参加しやすい形になるかもしれないですやってるとこ多分冠でスポンサードつけてなんちゃってワークショップをやるっていうのはあると思うんですけど、本当に研修で受け入れてたらないと思うんですね。そういう課金をやってるっていうのはすごい、だから すごいなと思います。もう巧みだなと思いました。本当その仕組み、まあ、そういう中で公民連携いろいろと進めてはいると思うんですけれども、ちょっと村瀬さんにお伺いしたいんですけれども、やっぱりその地域住民の反対があったりだとか、新しいことをしようとするとなんでその民間を支援するんだだとか、なんで自治体がそういう金儲けするんだだとか、結構公民連携 そのプロジェクトって本当に難しかったり、まあ、渋谷区も公園に今保育園作ったりとか実現されてますけど、はい、実は過去に反対されている事例があったりだとか、はい、非常に苦労されてやってると思うんですけれども、そのあたり難しさ の事例だったりだとか、逆にこうやって解決してきたとかっていうのがあれば、ちょっとご紹介いただけると、はい、ですね、先ほど少し紹介した公民合築でですね施設開発したってオガールに関しては、駅前に何もなかったさら地にですね、先ほどのような、まあ結果としてはああいった施設ができてるんですけども、プロジェクトが最初ですね発案された時には黒船来襲って地元紙に書かれるっていう黒船が来たというふうな、ペリーがやってきたぐらいですね、地元紙から言われるぐらいっていうのも最初、まあ、ちょっとこれはアプローチが少しミスったなっていうのが、 PPP って公民連携というのは PPP っていうふうに訳して言ったりするんですけど、その PPP っていう言葉だけがちょっと、ね、先んじて踊ってしまって、一体 何なんだみたいな、でそんなのが果たしてうちの町でできるのかみたいなのはあったというのは実際にプロジェクト開発された方からよく聞いてます。でそこをどうしていったかっていうところがですね、実はまあこれ非常に首長の方がもともと地元でですね配送業とか の企業経営をされてた方なんですけども、まあ、だからこそああいったですね座組を考えてどういうふうにこうお金がうまく回っていくんだっていうのを多分地元で考えることもできたんだろうなと思うんですが、その首長の方がですね100回以上ですね本当にもう住民小さいもう本当の超単位の住民説明会を100回以上繰り返して同じことを言い続けたって言ってました。だからご自身でそのことをだからぶっ壊れたテープレコーダーっておっしゃってましたけど、それを繰り返したというのは非常におっしゃってましたね。であとはそのただ裏の部分のところでは、そのじゃあどういうふうにしたら本当にそれが実現化できるのかっていうのをまあ、先ほどの、パブリックマインドを持った民間の方と、
プライベートマインドを持った、まあ、公共の方というふうに表現したんですけれども、あの公共サイド側の方の中にもどういうふうにしたらじゃあそれが本当にきちんと成立できるんだっていうのをきちんとその制度面とかですね、議会に対しての説明をどういうふうにやっていくんだっていう手順を整えたりですとか、あとはその、実際にその契約、細かい話ですけども、その契約の内容っていうのはどういうふうにしたら本当に具現化できるんだっていうところを、まあ、きちんと動かれたっていうところもありますし、合わせてその、行政サイド の批判の事情っていうのをよく分かっているまあ、民間側の方の、まあ、組手の側の方の方もそういった事情をよく分かってた方なので、そこをどういうふうにやっていくのかってお互い、まあ、共同歩調をきちんと、まあ、かなりガプリ四つでできてたっていうのが結構大きいかなとは思います。はい、あの金山さんもあの観光協会としていろいろと新しいことされていると思うんですけど、なんかその取り組む中で、まあ、失敗じゃないですけれども苦労したことってありますか？いっぱいありますね。あの共通言語がないなと思いました。僕はあのなんていうんですかね、僕たち民間、まあ、民間もすべてあの一律に民間がそうだとは言いませんけれども、何か新しい可能性を作りたいんですよ、こんなのがあったらいいじゃないですかってビジョンファーストでコミュニケーションするんですけれども、行政の方ってビジョンファーストでコミュニケーションしないので、何の話をされてるのかわからないっていう顔をされて、話がなんかあこの1時間は無駄だったみたいなことがあったりします。あとはまあ、それは正しいかどうかわからないんだけれども、条例法律を勉強してから来なさいっていうふうにまず追い返されるケースがすごく多くて、さっき澤田さんが今日決めて明日できる、これは本当に難しくてですね、今日決めるための準備にもういろんな条例法律特区なんとかっていうのを組み合わせるとできるんですよ。だけどやり方は教えてくれなくて、ダメな理由だけはいっぱい並べてくれるっていうのがなんか行政だったなっていうので、その1年間なんで僕の話が伝わらないんだろうっていうのをずっとずっと、なんで伝わらないんだろう、なんで理解しないんだろう、なんでそういう発想にならないんだろうっていうのを言い続けたらですね、結構嫌われまして、電話に出てくれなかったり会ってくれなかったり、でその後ちょっと条例とか勉強してきました、これだったらできるんじゃないんでしょうか、いろいろグレーゾーンありますよっていうと、あのよく見つけたなみたいな感じで話を聞いてくれるっていう、まあ、別にこれ面倒くさくてやってるわけじゃなくて、そんなもんがまかり通ってしまったらいろんな発想を持った変な人たちがいっぱい寄ってきてぐちゃぐちゃになっちゃうからやってるんだろうなというふうに、澤田さんの名誉のために言っておきますけれども、あの本当に共通言語はないと思います。共通言語、共通ビジネススタイルがないから、ビジネスとして捉えてないなっていう。でも本当はビジネスで稼いだお金を住民税、所得税で落として住民税で払って、ビジネスキャピタルが回ってって行政のキャピタルになってるはずなんですよね。だったらお金の出所どこなんだと、僕たちのビジネスじゃんと、だビジネスで稼いだお金で行政が回ってるんだっていうことを、まあ、理解しなさいよって課長とかに言うとまた嫌われるんですけどね。でもそう言って1年間やってきました。その中であんだけいろんな取り組みが実現してきているという、1点、はい、先ほどのちょっと話にもつながるんですけど、その、パブリックと、まあプライベートを組むときにですね、やっぱり多分まさにそのお話だなと思うんですけど、これ摩擦が生じるんですね。あの極めて非常にあの深刻な、結構大変な、でここでものすごい時間ロスするわけですよ、非常に。であのオガールのケースがあったのはですね、そこにですね、その仲介役をやるというかですね、 両言語を話せるような、あの、まあ、要するにエージェントというかですね、そのパブリックとあのプライベートをつないでいくエージェントを立てて、でそこが逆に言うと民間とコミュニケーションをやるというようなケースを取ったことで、かなりそこ あのストレス部分というのを軽減化させて、物事がかなりスピーディーに本当に進むという形を取るという、まあ、そういうような仕組みも、まあ、実際多分できるので、あの町がやられているので、まあ、そういったことが可能なんじゃないかなと思います。すいません、ちょっと補足で。でもそういう翻訳する人がいないとっていうところもあると思います。そういう意味でもさっきの渋谷つなげる30人ってもう最初からそういうチームが出来上がっているので、ああいうアプローチっていうのが本当に広がっていくと、公民連携とかそこでの視野 あの共同プロジェクト、まあ、キャンプファイヤーですでに実例出てきてますけれど、より広がっていくんじゃないかなというふうに思います。でもうちょっとその渋谷区の視野的な取り組みをあのお伺いしたいんですけれども、あの、まあ、僕はそのソーシャルキャピタルというか、その社会関係資本、人のつながりっていうところがあのシェアリングエコノミーだったらそのレビューって形であの信頼が可視化されていって、そこで人気のある人たちがどんどんあの成長していく、まあ、経済的なあの価値にもつながっていく、まあ、クラウドファンディングもお金を集めるという意味ではソーシャルキャピタル あの具現化した姿かなと思ってるんですけれども、渋谷区 あのですね、このお隣さんでについてですね、その人間関係を強めるような
取り組みじゃないかなと思っておりまして、そこをもう少し佐田さんからご紹介いただいてもよろしいでしょうか。これは6月の第1日曜日は渋谷お隣サンデーというのを、今年からですね、今年は本当に6月1日はですね、天気が良くてこう乾燥していて本当大成功だったんですね。1回目でどうなるかなと不安だったんで、これはコンセプトはですね、皆さんもご存知の方いらっしゃるかも分かりませんが、フランスのパリで、街に住んでいる、独居の高齢者の方がお亡くなりになった、それを周りの人は誰も気がつかなかった、そういったところからですね、みんなやっぱりアパートメントの前の庭で食事会やろうよと、顔見知りになろうよと、この動きを我々はベンチマークして、それをまあ臨時祭りというよりはですね、渋谷らしいお隣サンデーというですね、なんかこう口の葉に登るようなこういうワードに変えてやったモデルであります。で、去年は最初の第1回目だったんです。約町中30カ所でですね、例えば町会の方とか地域の NPO の方とか、例えば地域で子ども食堂、いわゆる渋谷区は子どもテーブルと呼んでるんですけど、こういったことを主催やってらっしゃる方、実は渋谷区は本当に恵まれておりまして、こういったことを手にこの指止まれって言うとですね、たくさんの方、僕もやりたい、私もやりたいわ、こういう方がたくさんいらっしゃるですね、町中のカフェであったりとか、から行政は公園を開放したりとか、道路を通行止めにしてそこでロングテーブルをやったりとか、基本的にはみんなで食事を持ち寄ってみんなで食べて楽しくおしゃべりをしながら、例えば初めましてから始まって、次の日はおはようございます、昨日はお世話になりましたって、そういう、こうコミュニケーションが生まれるような、渋谷はどちらかというとこうデジタルとかテクノロジーを使うというイメージがあるんですけども、やっぱり最終的にはですね、ヒューマントゥーヒューマン、フェイストゥーフェイスで向き合っている、それが最終的にはいいコミュニティになっていくというか、これも一つのシェアのあり方だと思うんですよね。もともとお醤油が足りなかったらお醤油借りに行きますよね、隣の家に。もともと日本ってここ昔からシェアの国なんですよ、助け合いの国なんですよね。それを今こう都市のこう置き換えただけ、ちょっともしよかったら動画を少し、これは動画を作ってます。今渋谷区はですね、いろんなこうコンテンツをビデオライズ、動画にするというところにちょっと力を入れてまして、なぜかというと文字だけだと行かなかった人に分かりませんよね、うん、でこういう動画に置き換えることには、あ、だったら私は来年はこういう活動したいわっていう形がもう今からそわそわしだしてるっていうか、みんなで来年何するみたいな話で、実は区長からも来年はこれを100カ所でやると、もう北は笹塚幡ヶ谷から南は広尾恵比寿、こういった地域に、はい、これですね、ちょっと見てください、これ8分あるんでさーっと適当に飛ばしておいていただければいいんですけども、これみんな地域の人たちです。去年渋谷キャストという建物ができましたので、これの竣工に合わせてここをまあメインのハブ会場にしていた。元々パリで始まった臨時祭というものを、99年に始まった臨時祭というものをうちの区長モチーフにしてます。東京渋谷と同じように孤独死というのがありました。流れながら喋りますけども、皆さんも住んでらっしゃる地域にもこれどん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 伝播していけばいいかなということで、今港区がですね、港区お隣サンデーみたいなできないかってことで、今まさに議員の方がこうここに来られて勉強して、今議会で提案をされているというふうに聞きました。まあ、どん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 広がればいいなと思ってみんなで集まって、富ヶ谷っていう地区に住んでる、これ区民のためだけでやってるだけ、働いてる人とか遊びに来る人もどんどん参加していきたいです。来年は第一日曜日何時かちょっと今忘れましたけども、ぜひ必ず町中でこのお隣サンデーをやってもらいますので、60代70代のおじいちゃんたちというか、まあ、長老たちが、ね、この人は NPO 法人の方ですね。その下がなかなかいなくって、一方で若者というか20代30代40代こういった子育て世代も、はい、ちょっと時間もだいぶ迫ってきましたので、もうこういうお隣サンデーみたいな地域のつながりを作るということを、まあ、行政が働きかけながらも、まあ、主役は区民の方だったり、そこでビジネスをされている方だったり、もちろんです。なので皆さんが何かしたいと思ったらもう手を挙げればできるというようなプロジェクトだと思うんですけれども、基本的にはですね、これ1回目だったんでちょっと予算は取ったんですよ。例えばこういうウェブサイトを作ったりとか、あとはデザインアイコンを作ったりするの、ちょっと広告会社出身なので必ずこういうことやりたがるんですけども、でもそれ以外は
地域の方には一円も税を投入しないで、みんな持ち寄って自分私ができるリソースはこれ、まさにシェアエコノミーですよね。だからそれ以外はで、来年はもうデザインエンコも全部ウェブサイトも全部できてますから、ほぼ予算を使わずにこの30箇所を100箇所に拡張していこうと。これは我々結構あの小池知事に言うところワイズスペンディングだなというふうに思っている次第です。あのシェアリングシティとかシェアリングエコノミーって基本的には IT プラットフォームを活用したりはするんですけど、自治体が推進するシェアリングシティっていうのは、いわゆるこういうリアルな人のつながりだったりだとか、自治体が持っているリソースをシェアしたりだとか、いろんな人たちを組み合わせて公民連携のプロジェクトを立ち上げるだとか、まあ、今話したようなことが一つのシェア の重要なポイントだなと思ってまして、あのこのあたり、まあ、IT のシェアもこれからどんどん活用されていくと思うんですけれども、より新しい展開、あの基本計画にのっとって実現できるといいなと思っております。でちょっとあと5分ぐらいになりました。会場からもご質問いただきたいなと思うんですけど、何かございましたらどなたかってよ、あ、じゃあちょっと前の方ですか。はい、ありがとうございます。質問はですね、今日は渋谷のお話では皆さん積極的にこう民間の意見も聞いてやろうという動きもちょっとある中でやってらっしゃるんですけども、他の先ほどお話出てたみたいに、あんまりこう、まあ、端的に言うとやる気のない役所さんとかを口説く必要がある、口説いてやっていこうと思った場合に、先ほどまあ、条例一生懸命勉強していけばいいんだよっていうようなお話もありましたけど、なんか他のなんかアドバイスみたいなものがあったらちょっと教えていただければと思います。そうです。渋谷区と市愛好協会の連携も別になんか場がセットされたわけではなくてですね、こういうこと提案したいですっていうのを普通に区長にアポ取って提案したっていうのが最初のきっかけで、間にやっぱりその渋谷区に住んでいる人たちが協会のメンバーにいてですね、恵比寿で街づくりやったりだとか、それこそ渋谷キャストに住んでたりだとか、そういう人が協、まあ、会として渋谷区にももっと提案したいみたいな形で、まあ、区長の間をつな、まあ、いだっていうのもあってですね、やっぱりその何かしらきちんと提案はするべきですし、その間に入ってくれる、まあ、さっきの翻訳者じゃないですけれども、区とそのつながりのある人たちに、まあ、紹介してもらったり、一緒にプロジェクトを提案したりだとかっていうところの、まあ、仲介役みたいな方はやっぱりすごい大事なんじゃないかなと思います。僕ちょっとだけアドバイスがあって、まあ、よく言われる話は議員を活用しなさいよって言われると思うんですね。区議会議員、市議会議員、県会議員、これはまあ一応市民代表じゃないですか。なんですけど、議員だけか言ってても、議員はなんか、まあ、答弁というか区役所だとか市役所にもっとこういうこと言われてるよ、なんとかしてよって言うだけなんですよね。で僕が今観光協会、これ、まあ、俗に言う3セクターですよね、外郭団体と言われる団体で、代表をやっているんですけれども、これは税金が半分投入されてます。であとは半分は民間からの参助会費という形で来てるんですけれども、外郭団体のリーダーをうまく一箇所でいいから変えることだと思ってます。探せば地域に必ず一人ぐらい、よし頑張ってこの俺の町のために今までの経験生かすよって僕みたいなのがいるんじゃないかなと思っていて、そういう人間を探して区長を変えてくれ、議員変えてくれは選挙マターじゃないですか。で区役所の部長を変えてくれ、課長を変えてくれ、これ区の人事マターじゃないですか。外郭団体だけは議員さんを使って、あの外郭団体天下ってんじゃねえか、税金の無駄じゃねえか、機能してないじゃないか、何やってんだと、情報公開見たら毎年同じことやってるぞっていうのを指すと、実はそこにはですね弱さがあって、変えよっかって話に多分なるんですよね。そうするとそこには次は二度と同じミスをしてはいけないから、いいキャスティングをしたい、いい人いますよって紹介をする、はめる、で一応意思決定を力のある副区長とか区長とか、まあ、渋谷の場合ですよ、みたいなエコシステムを作っていくのが早い気がしますけどね。アドバイスになってればいいなと思いましたけど、ありがとうございます。ちょっとあともう一問だけ、すいません、時間の都合上で、はい、よろしいですか。じゃあ前の女性の方。今日は大変有意義な場に参加できて嬉しかったです。で私は元ですね、すごい過疎地の地方議員だったんですけれども、まあ、視察に行くときにですね、なんか本
当に町の勉強、町の飛躍のためにっていう意識よりも、なんか半分観光なのかなっていう感じの、自分たちが過疎なんだから飛躍できるような正反対の町とか、過疎地ですから都市部と交流できるような、そういう選択肢でもって視察先を決めてほしいのに、なんか似た規模のちょこっと成功したぐらいのなんかそういうところばっかり選ばれてるから、考え方がですね固定してしまっていて、で都市部っていうのは物流だけじゃなくて人の交流もすごく活発なんですけど、日本の端っこの方はですね空き地とか空き家とかがどんどん広がって、人材は都市部に取られて、で物の考え方っていうのがその地域の殿様が昔考えた封建時代の文化がまだ厚く残ってるみたいな。ただいいところはですね古き良き日本の考え方とかいろんなものがそのまま残ってるから、例えば年中行事が文化財だったりするんですね。それで質問を簡潔にすいません。で私は都市部過疎地域交流っていうのをもっと活発化していただいて、観光協会様とかがですね視察旅行の誘致みたいなのをもっと活性化してくださると、日本全体が、日本の端っこから壊死していくような状況が実際にはあると思うので、日本全体が良くなって、で渋谷の良さをすごくPR できるなって思ってるのと、もう一つは渋谷ってものすごくクリエイティブなテクノロジーな魅力、新しい魅力を感じる街なんですけど、じゃあこの今の素晴らしい渋谷を形成したそこに古き良き文化人とかいろんな方々がいたっていうのをもうちょっと見えやすくしてほしいなっていう気持ちがあって、そういう面では正反対の過疎とか地方とかもっと交流して掘り起こしをしていただくと、渋谷区ももっと魅力的になって、日本の地方も魅力的に なるんじゃないかということで、いかがでしょうか。ちょっとじゃあ過疎と渋谷区の連携で、じゃあ、はい、簡潔に僕は渋谷はハブシティだと思ってます。なので先ほどから最初に言った通り、観光客を誘致っていう形であまりやっていなくて、観光客に満足を届ける、その満足の届き方は多様であっていいと思ってまして、渋谷に来て渋谷にで買い物してご飯を食べて泊まってっていうことは、まあ、自分で考えてもありえないわけですよね。渋谷に来た時にどんな情報に出会えるのか、それが、まあ、別に過疎である必要もないかもしれないけれども、いろんな街の情報に出会えるような仕組みはしたいと思っていて、そこに関してはオープンなんですよ。なんで渋谷は一つのメディアだと捉えた時に、ぜひここに外国人いっぱい来てるよ、若者もいっぱい来てるよって言った時に情報を持ち込んでいただいて、それを発信するやり方を一緒に考えると、場合によってはプロモーションという形で渋谷の街の公共空間の屋外広告の場所を買ったらどうですか、予算ありますかって話もあるかもしれないし、場合によってはいや、じゃあなんかツーリズムの企画を作って一緒に民民交流やってみましょうよみたいなことにつながるかもしれないし、そこにはウィッシュだけではなくてアイデアと情熱と、まあ、場合によってはバジェットを用意していかないと、今のどうですかって言われてもそれだけではどうでしょうね、でこんなアイデアを考えたから一緒に やりませんか、あなたのメリットはこれですよ、私のメリットはこれですっていう風にならないと、僕も神様じゃないので、何でもポンって出たらすごいイノベーティブなアイデアをお届けできるわけではないから、考える、思いつく、ひらめく、アイデアにする、プロジェクトにする、それを持ってくる場所が渋谷だったり六本木だったり大阪だったり福岡だったりっていう風にしたらいいんじゃないかなという風に思いました。ありがとうございます。佐藤さん大丈夫ですか。どちらかちょっと過疎地のジレンマ、こういう道が分かってないので経験したことは言えないんですけども、昨日も牧之原市の方と話した時にね、まあ、全然課題違うんですよ。やっぱり東京には東京の課題があり、大阪には大阪の課題があって、まあ、これも多様だなと思ったんですけども、なんかやっぱりこう過疎なんですよねきっとね。でもそれっておそらく大きな変革を投入しないと、だいたいね、小さいなところをどんなに積み重ねても今の地域の課題って解決できなくて、例えばですよ、思い切ってですよ、
行政ごと民営化に挑戦するんですよ。もう政府に言って特区を取って民間企業がその過疎地を経営したらどうなるのかっていうことで、例えば手を挙げる経営者いっぱいいますから、私の友人たちも俺どっかの行政買いたいんだよねって俺真面目に言ってるんですよね。日高市とか買えますよって言ったんですよ。財政赤字がすごいから軽々なこと言ってますけど、でもねそういうことに思い切ったことにするためには地方の抱えてる僕はね共通してるのがあって、渋谷もそうなんだけど、変革するためにはみんな皆さんご存知の通り、よそ者、若者、バカ者を揃えなきゃダメです。その地域の名士の人がやったって絶対変革しないので、つまり若者に任せるってことですね。これもう一人バカ者を連れてくること、あとよそ者、ええ、だからうちは区長が、若者で僕がよそ者で、バカ者ですかいやでもこのぐらいのキャスティングをしないと、みんなその町に暮らしてる人がどんなに24時間議論しても多分ね、さっき言ってたアイデア多分出ないんじゃないかなって気がちょっと気もします。すいません、無責任なこと言っちゃって、ありがとうございます。ちょっと時間もしてしまったんですけれども、本当にパブリックセクターと民間との融合だったり、シェアによってそのリソースをどんどん活用していく、あと今日のいくつか事例ご紹介ありましたけれども、今日参加された方が、行動を起こして自分でプロジェクト立ち上げたりとか、お隣サンデーに参画するとかっていうところで、一人一人が当事者として、この街を良くしていく、自分がサービス提供者としてシェアサービスを提供するがごとく、街づくりも公共ではなくて一人一人だったり、民間セクターと一緒に作っていくというところが、これから大事なテーマになってくるんじゃないかなと思っております。今日ちょっといろいろと話を聞いた上で、ぜひ一歩でも行動に皆さんが移していただけるとありがたいなと思っております。じゃあ以上でセッションの方を終わりたいと思います。ありがとうございました。